どうもペラチウムカイでございます。どうもおはようさってあざいます。本日は素晴らしいゲストの方とともにエモクラ TRPG 大悪党ジオカラさんと第40回目やってまいります。本日はよろしくお願いします。よいしょよいしょ、40回目です。イエーイ。まあ、実は番外とかも含めると本当は40回じゃないんですけども、まあ、40人目のゲストという意味ではもう間違いなく40回目でございますよ。長かった長かった。はい、まあ、でもこのシナリオに出会ったのが今年とかなので、まあ、そう考えるとかなり早くはあるのかなという感じではあります。はい、そして今回も録画でございまして、そして、猫場さんです。今回来てくださったのはイエーイ、はい、なんとあのボクシングボックス撮った翌日に撮っております。はいマジで本当に相変わらず俺が急に誘ってます。はいすいません本当にはい本当に、はい、あちなみにあの今ねあの OBS 画面どうなってるかというとこんな感じになってます。はい、はい、こんな感じです。こういう感じで映っております。で、なんと今回ですね、めちゃくちゃ私事ではありますが、なんとあの、まあ、あのこの前のボックスインボックスの時に言いましたが、猫場さんがイラスト、この素晴らしいイラストを作ってくださったし、サイズも同じだし、あ、口開く開かない差分あるやんってことに気づきまして、あのなんと猫場さんが喋ると口パクパクします。パク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 、いやマジでこれ俺が感動したわマジで後で見てほしい。マジ後で見てほしい。はい、見ます見ます。あの本当に俺がびっくりします。俺が。はい、ということでね。ではいつも通りのまずは説明等々から参りましょうということで。エモクラ TRPG とはオリジナルのキャラクターを作成し、演技やダイスを通して物語を進めていく対話型ゲームでございます。キャラクターの行動の成功あるいは失敗の判定をダイスの成功数とルールブックを参考に確定いたします。エモクラ TRPG の世界には我々の日常に潜む怪異と呼ばれる者たちがおります。プレイヤーも怪異もお互いに共鳴感情を有しており、互いに共鳴し合ってこの物語は進んでいきます。共鳴が最大値を超えるといつだっていう現象が発生します。基本ロストとなります。ご注意ください。まあ、あの先日やったシナリオではですね、あの、まあ、あのこのシナリオは初心者向けなんで、あの絶対死にますよって言いましたけど、今回どうなるかは分かりません。おあでも共鳴は上がんない方がいいです。まあそうですね、はい、ですがこのシナリオはどうなるかってのは分かりません。はい、そして、視聴者の皆様へ注意点でございます。さっき言った通りコメント欄読めません。録画なので我々、はい、基本反応いたしません。ですがトラブルに気づくためにも、まあ、積極的にコメントいただけると励みになります。ネタバレは絶対禁止、冗談抜きで、他セッションをコメント欄で何するのはバッドマナーです。あしからず、当セッションで生じたトラブルは私は A さん責任を負えません。ご注意ください。とまあ、その感じを話したところで続いて、視聴者の皆様へ TRPG 配信の感想およびファンアート用のハッシュタグが完成しております。ハッシュタグ迎えたく追走にてセッション直後の感想やあの名シーンのファンアートかなどなど私向かいが数的ですので、ぜひともよろしくお願いします。というわけで、本日ディーラー務めさせていただきます、どうもどうもプラチナ向かいでございます。どうもおはようさってありがとうございます。声で上げるのは元人外男を目指すタソコリ、今回の国にしてコラボ聞く主ディーラー、本日は大悪党ついぞ40回目。まあ、今回はね、あのまあ昨日も同じこと言いましたけども、ネクロニカで大変お世話になりましたね、小葉さんに来ていただきました。エオクロは第2回目、まあ実質昨日のブームがあるのでほぼ初挑戦みたいなもんです。キャラシー作りはもうとうに終えております。さあ怪異とあるいは誰かと心を共鳴するエモクラ TRPG 開幕です。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、では本日のゲストの紹介を改めてやってまいりましょう。猫場さんご自身の自己紹介改めてよろしくお願いします。はい、皆さん今週は猫人間系 VTuber の猫場しおです。まあ、昨日と今日でまたもやお邪魔させていただいております。まあ、今回あのムカデさんすごいやりたがってたシナリオってことだったのでもうちょっと、ちょっとどんな感じなんだろうすごい楽しみに、本日を迎えております。まあ、でもエモクロは、まあ、昨日と今日で本当2回目なので、まあ、お手柔らかによろしくお願いいたします。はい、という感じでございます。いやマジでありがとうございます本当に。あいえいえ、こちらこそありがとうございます。マジで本当にありがとうございます。はい、ということでぜひともね、まあ、もちろんねこの大悪党が一番正直私が回したかったシナリオなんですけども、まあ、他にもいろんないいシナリオいっぱいありますから、ぜひともまたもうこの時点でまた新しいお誘い怖っ今怖っ今自分にゾッとしたわ。はい、やめまーすやめまーす。では、今回の猫場さんのお連れしてくださったキャラクターの紹介をお願いいたしましょう。どうぞ。は
い、前回に引き続き、名前が白崎ねね、性別が女性、年齢22歳の大学生です。気弱そうに見えますが、まあ誰にも当たりそうにないせっかくで優しい子です。仲がいい人には接し方が少し雑になります。趣味は音楽と、美術鑑賞、一応空手の団員取得者です。まあ、趣味が趣味なので運動的なソって言われるのが少しコンプレックスの可愛い女の子でございます。はい、もうね、まあ、こちらは継続キャラクターでございますけども、前回のボックスインボックスをネタバレしない程度に言いますと、はい、まあとてもいい子でしたね本当に。はい、めちゃくちゃ素晴らしいキャラクターでございました。そして、今回はなんとステータスが見れるぞ。身体3、器用4、精神2、五感5、視力4、魅力4、社会3、運勢6でございます。共鳴感情、表友情関係、裏怠惰、欲望、ルーツ孤独、傷です。これ一応どういう意味で共鳴感情つけたか、もう一回説明お願いしましょうかね。ちょっとね、まあ友達、表では友達関係を結構大事に重んじている子 で、裏ではまあちょっと面倒くさがり屋っていう部分があります。でルーツに関しては孤独、傷ということで、まあ表の感情に起因してるんですけどまあその孤独がもともと嫌いというか、そんな感じの女の子です。はい、という感じのキャラクターでございます。検索技能がレベル2の6、観察眼がレベル2の7、あ、これちなみに高いやつから言ってます。聞き察知レベル2の8で、EX 技能、霊感レベル1の7、アクロバットレベル2の6、武術空手レベル2の5という感じです。はい、というわけで、そんな感じのキャラクターで本日は遊んでいただきます。人生2回目のエモクロア、そして大学とお嬢さんと第40回目やってまいります。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、早速ご準備の方よろしければ始めてまいりますが、はい、よろしいでしょうか。大丈夫です。はい、いけます。はい、それでは早速セッション始めてまいりましょう。本日はよろしくお願いします。お願いします。では初めに突然ですが、はい、情報を送りたいと思います。はい、情報タブをご覧ください。はい、ザント様、かつて世界中を敵に回した大悪党、第二次世界大戦と被っていたので歴史の闇に葬り去られてしまったが、今でいうテロの走りを行っていたらしい。世界中に襲えられており、その畏怖の様相から真相は明かされていない。その姿は白と黒の出立ちで、まるで人のようには思えない姿をしているらしい。ではシーンを切り替えたいと思います。はい、さて、まあ日、月日は自由です。季節は特に問いません。なんなら今日でも構いません。時刻は決まっております。午後7時頃、あなたは日本のランドマーク、確か墨田区にありましたかね、東京スカイツリーの足元にあなたは現在おります。なぜあなたは現在東京スカイツリーに来ているのでしょうか。一応事前情報として東京スカイツリーに来てもらうというルールがあったのですが、なんか理由考えてたりしました？まあでも普通に観光かなって思います。はい、ではあなたは一人で東京スカイツリーに観光に来ておりました。まあ登りますよね。そうですね、登りますね。はい、ではあなたは、エレベーターに乗り東京スカイツリーの、展望回廊、地上から高さ 350m の位置にある展望回廊にまで、向かうこととなります。展望回廊にたどり着き、窓ガラスを覗き込めば眼下には美しい日本の夜景が広がっております。自然的なものではありませんが、人工的ではあるが、それでも人々の営みを感じさせる、そのような美しい壮大な夜景です。あなたはこの夜景を見て何かつぶやいたりするのでしょうか。ここでロールプレイが可能となります。はい、じゃあ高いところが多分この子好きだと思うので、あー綺麗、いいな、この夜空ずっと見てたいな、でもやっぱ見てるにはいいけど本当にここに投げ出されちゃったら怖いなって言います。はい、ではあなたはそのように、まあそうですね、じゃあウキウキとした、じゃあ高所は特に怖くないって感じですね。そうですね、はい、あなたはウキウキとした気分で、そのようにあなたはつぶやいていることでしょう。そうですね、なんか他にやりたいことあったりしますか。
もうこの辺はもう最初のロールプレイなんでこう自由にどうぞなんですけども、あ、多分あらかたその夜景を見た後にそのスカイツリーに行ってきた記念のお土産を買ってる感じですかね、はい、きっとお土産がいっぱいあるでしょうね。なんか東京スカイツリー1回しか行ったことないんで私わかんないんですけども、まあ、なんかきっといい感じのお土産があるでしょう。まあ本当は確か東京スカイツリーは何でしたっけ、あの下にあるなんかなんとか空でしたっけ、なんか空なんとか、あーなんかあります、空町でしたっけ、空町そう空町っていうところがあったりして、まあ、そこの方がお土産いっぱいあるんですが、登ったからこそ売ってるお土産もきっとあるでしょう。あなたはそういったものもきっと買うことができるでしょう、はい、ではそのようにあなたが買い物に興じ、まあ、ウキウキとした気分がしているところで、そうですね、はい、キキサッチ振ってみましょうか。キキサッチなんで、はい、はい、振ります、はい、振ってみましょうか。はい、いきます。はい、おお成功、シングル成功。では改めましてエモクラのおさらいです。エモクラ TRPG は10面ダイスを何個振って何個成功するかというゲームです。 2DM8 っていうのは8割成功するダイスを2個振ってるよって意味になります。なんで今あなたは5と9出してるので成功数は1です。シングル成功です。はい、はい、一応、シングル成功が1、ダブル成功が2つ目、トリプル成功が3つ目で、ミラクル成功は4から9で、カタストロフ成功が10となります。はい、では、キキサッチで成功したあなたは漠然と嫌な予感がします、うん、ここにいてはならない、ここにいては何か自分が被害を被るといったような、そんな気配がします。なんか嫌な感じするな、なんでだろう、何もないと思いたいんだけど。では何もないと思いたかったあなたはエレベーターの近くにたどり着く。いつもであれば気にならないはずのエレベーターの駆動音が妙に耳障りだ。ポーンという音とともにエレベーターがガコリと開く。中から現れたのは一人の男だ。まずあなたの目に一人の男が映る。それは黒い髪をしていた。そして彼の後ろから覆面の男たちが数名、その手には銃火器が握られていた。そして黒い髪の男があなたに銃口を向ける。どうしますか。何かの間違いじゃないのかと思いつつ、多分なんかびっくりして両手上げちゃいますね。ではあなたは両手を上げる。両手を上げたあなたをまるで嘲笑うように男は口角を吊り上げて引き金に指をかける。ここで霊感技能をどうぞ。霊感、はい、振ります。成功。成功。恐怖のあまりあなたが逃げ出そうとしたのか、あなたの体が逃げ出そうとしたのか、あなたは振り返って出口などないはずなのに窓ガラスを睨む。そこにあるはずもない大量の目玉があなたを眠つけていた。そしてその異常性に気づく前にあなたは後頭部に響き渡る鈍痛を最後に、あなたの意識は暗転した。では、はい、白崎姉さん、いやこの場合猫場さん、はい、差分いっぱいあるのにごめん、キャラクターを一度縛ってください。さようならさようなら、キャラクターを一度縛ってください、ごめん。大丈夫です、はい、縛います。ごめん、うわ、はい、ではこれよりプロローグを読み上げます。プロローグ、私がタイトルを読み上げますので、ちょっとそれまでミュートはしなくていいので、はい、お口チャックでよろしくお願いします。わかりました。それでは、
私とお前が見ている景色が一緒なんてことがあるだろうか。真実が必ず一つだけなんてことがあるだろうか。銃声で目を開ける。ここは東京スカイツリー展望台。なぜとかどうしてとか、そんな疑問は後回しで大丈夫。お前の意識は血と硝煙のただ中で覚醒した。さて、気づいているだろうか小娘、今お前の顔は世界一有名な大悪党の顔をしている。エモクラ TRPG 大悪党ジオカラさんと始めてまいります。本日はよろしくお願いします。お願いします。では、そういうわけでシーンを切り替えます。じゃんからのじゃん。お、気がつくとあなたの目の前には惨劇が広がっておりました。そして、まあ窓ガラスか何かでしょうかね、近くの反射物に映り込んだあなたの姿は普段の自分と大きく異なるどころか常軌を逸しておりました。画面右下、先ほどまであなたのキャラクターがいたところをご覧ください。はい、じゃん。あなたは人外になってます。そうでしょ。パッと見身長と体格からして、成人男性180センチぐらいあります。190あるかもしれない、もしかしたら。はい、先に言っておきますね。首から下はちゃんと人間なんですけど、首から上は透けてます。はい、で、あなたの目の位置もなんか視覚もどこがどうなってるのかちょっとよくわかんないです。 なぜかいつもっぽく見えてますけど、なんか目ん玉いろんなとこやるって感じです。はい、まあご都合主義的な感じです。はい、はい、そしてそれだけではありません。あなたの右手には拳銃が、左手には血のついたナイフが握られています。突然の状況ながらもあなたはこの状況を認識し始めるでしょう。一体全体どういうわけか、あなたは今大悪党になっている。共鳴判定です。嘘。強度6、上昇1、共鳴感情は狂気かっこ傷です。つまりあなたはルーツイッチします。あーマジか、言いましたよね、傷は結構ルーツイッチしやすいよって。いやー言ってましたねー。はい、ではルーツイッチで振ってください。はい、振りまーす。よいしょ。トリプル嘘でしょ。トリプルか。では、トリプルを出しましたので、まず共鳴値が1上がります。はい、そしてそうですね、あなたは、トリプルを出しましたので、お、よかったですよ、人生初エモクロ TRPG ハウリングを経験します。ここもう初っ端で。はい、ハウリングとはですね、まあ、クトゥルフでいうところの発狂でございます。まあ、怪異からの影響を受けすぎたという扱いですね。はい、はい、ただし面白いのはですね、なんとシナリオによって今日、ハウリング内容って変わるんですよ、変えられるんですよ。はい、はい、なので今回のハウリング内容はですね、あなたの記憶が突如混濁し始めます。情報タブをご覧ください。はい。思い出す、まだ私が人としての形を保っている、そんな時代を思い出す。世界を闇に覆い隠そうとする、世界を混沌に陥れようとする、そんな私の気概を思い出す。世界よ、私が帰ったぞ。あなたは意識を取り戻します。どうやらあなたは白チューム、まあ、幻覚、何かしらの、まあ、ビジョンを見ていたようですね。まあ、現実時間では1秒にま、あの1秒にも該当しません。はい、というわけで、このようなわけのわからない状況ですが、ご自由にロールプレイをどうぞ。ガチですか。何これ、おかしい。どうして私大悪党
だよねこの顔って触れるのかな、なんか透けてない、どうしよう、なんか人倒れてるのかな、でもここスカイツリー、キャーキャーとわめくなよ小娘、まったく耳障りとはまさにこのことだな。と あなたの頭の中で声が聞こえてきます。あなたはわかります、おそらくこの声はあなたの今の体の元の持ち主のものですね。なんでわかるかっていうと、あなたの声もあのこの男の声になってます。ロールプレイがややこしくなるので、普通にあの白崎姉の声で大丈夫です。わかりました、はい。私どうしちゃったの、どうしたもこうしたも、この状況が全てを物語ってるではないか。え、この状況、不法侵入をしてきたのだよお前は。不法侵入、いやそんなことは絶対にないと思うんだけど。いや現にしてるじゃないか、現に私は自分のカリアドを動かせないままでいる。今手を握ったり開いたりしてるのはお前だろうこの人。確かに私が動かしてるけど、え、そのえ、なんで私の体はどこ。体、知らんな、なぜ私がそれを知っていなければならない。でもだってこんなこと普通じゃありえないことだよ。そうだな、普通じゃありえないことだ、だが安心しろ、そういったことが往々にしてあるのだ。なぜなら私は怪異なのだから。怪異、妖怪、化け物、ゴースト、そういえば分かりやすいか。あ、それは分かるけど、あなたは怪異、どういうことなの。質問ばかりだな小娘。まあそうだな、質問に質問返すようで悪いんだが、お前は私の体を故意的に乗っ取ったわけではないのか。私があなたの体、いやそんなことは絶対にないはず。まあそうだろうな、今の口ぶりを聞いていて、お前のような何かに、まあ存在にというべきか人物にというべきか、私の体を乗っ取れるとは思えん。私もそれほど落ちぶれた記憶はないからな。つまり第三者か、あるいはまあそのあたりは分からんがな。でもこうなっちゃったらどうしよう、どうすれば。まあそうだな、どうすればいいかはさておき、今何をするべきか決まっているぞ。決まっている。ああ、そうだな小娘、避けた方がいいぞ。避ける、何に対して。アクロバットが振れます。振ります、振ります。ではどうぞ。はい、アクロバットシングル、10と1が出てる。やばい。ではあなたは、間一発ですね、はい、まあパッと、まあたまたま避けられたんでしょうか、今の言葉を聞いて。すると間一発、1秒後に先ほどまであなたが立っていた場所に鉛玉の雨が降り注ぎます。そしてその鉛玉がどこから来たのかを見てみると、こんな奴らがいます。目標確認、化け物め、奴を殺せ、撃ち殺せという、そんな声が聞こえてきます。そうですね、あなたの技能なので、そうだな、観察眼を振っていいですよ。観察眼、はい、シングル、シングル。おそらくですけど、エレベーターから出てきたあの黒い男の背後にいた覆面のやつらとそっくりですね、見た目が。おお、なるほど。どうやら客人のようだ小娘。やつらを殺さねば、まあ殺さずともいいが、やつらを倒さねばどうやら我々は蜂の巣になるようだぞ。それは困るな、やらなきゃいけないの。面白いではないか。さあお前の力で蹂躙してみせろ。ということで戦闘開始でーす。はーい、戦闘始まります。はい、戦闘始まる前に重要なことをいくつか説明いたします。はい、今後あなたはですね、今白崎姉さんのチャットパレット振ってくれてるじゃないですか。
はい、こちらの今画面右下にいるザント君、はい、こちらを自分のコマにしてこいつのチャットパレットで振ってってください今度から。ああマジですか、はい、今出てるこれ一回しまっちゃう感じですね。はい、あ、しまうっていうか自分のコマにすると、あ、しまうでも大丈夫、どっちも大丈夫よ。はい、しまって出します。はい、OK です。はい、今後こいつのチャットパレットで振ってもらいます。はい、で、チャットパレット確認すると上から4つ目に何かありませんか。大悪党。はい、情報タブに貼ります。はい、今あなたはどういうわけか大悪党となっています。いつもとは違う考え、いつもとは違う動き、いつもとは違うアクションを取ることができるでしょう。特殊技能大悪党サンディーム9は悪党らしい行動であれば何にでも触れる代替技能です。悪党らしいロールプレイ、提案を事前に行い、ディーラーから許可さえ出れば探索、戦闘、回避、交渉、治療、何であっても可能できます。強っ。はい、ちなみに戦闘で使う場合は、まあ、基本 D6 ダメージです。ただ、はい、奥義とは違うんで連撃とかはできないし武器攻撃することもありません。はい、って感じです。あなたは今それが使えます。使えるのか、うわ、どっちの方がいいんだろう。はい、その代わり、私にちゃんとロールプレイをしてください。あ、 3DM9 なんでもう人間の限界点ですね。あ、なるほど。はい、そして、この戦闘中、この戦闘は、はい、少なくともという話なんですが、相手もあなたもお互いに成功数分のダメージしか与えられません。なるほど。なのであなたはダブル出したら2ダメージ、トリプル出したら3ダメージです。はい、はい、ほんで、この戦闘中、特殊部隊って言いますけどこいつら、これ複数体全部合わせて1つのエネミーです。なんで1体ずつ倒さなきゃいけないとか複数回攻撃が必要とはありません。はい、その代わりあなたがファンブル出しちゃった場合は複数体のエネミーなので、集団エネミーなので、なんか増援が増えたって感じで HP 増やしたりします。はい、はい、ご注意ください。そして、はい、どんどん情報の構図になってしまって申し訳ありませんが、もう1個あります。はい、今ってパソコンでやってますか。これパソコンです。じゃあ画面左上をご覧ください。左上、はい、なんか追加されましたね。はい、そして、なぜか今3つ減りました。あ、本当だ。ルームチャットご覧ください。なんて書いてありますか。ルームチャット制限時間もっと。はい、先に言っときます。これリアル制限時間ではありません、はい、が何らかの条件により減っていく制限時間です。これがゼロになったら何が起こるのかは今のあなたには分かりません。なるほど、はい、マジか。ではそういうわけで戦闘開始です。はい、あなたが先に行動できます。どうしますか。どうしよう、慣れ親しんだものの方が多分場所としては動きやすいのかもしれないので武術空手で、はい、全然どうぞと思います。せい、おお、すげえ。慣れ親しんでいる、あるいは慣れ親しんでいるプラス、この怪異ザントの履力が、まあ、さらに上乗せされたんでしょうか。あなたはいきなり舞台の半分を一網打尽にします。あ、ちなみに一応これはマジでこれは今後の展開とか関係なくロールプレイなんですけど、殺してます、それとも気絶させてます。いや、気絶ですね。わかりました。では全員もう首飛んで混沌しました。うわ、強い。化け物めと言って、相手は、重火器をあなたに向けてきます。 2DM6 一斉射撃ダブル成功。危機察知あるいはアクロバットで回避することができます。もちろん大悪党でも回避をロールプレイさえすれば可能です。どうしよう、大悪党使ってみたいんだけどな。どっちでもいいですよ。使う場合はロールプレイお願いします。じゃあどうしようかな、大悪党で。そんなの我には当たらぬ。言います。じゃあ頭の中で私はそんなキャラじゃないんだがと返ってきますが、振ることはできます。どうぞ。はい、振ります。もうでは、もうあなたがそういった通りですね、まるで弾が避けていくようにあなたは最低限の身の関してそれを全て避けます。あー、かっこいい。はい、かっこいいですね。かっこいいですが、猫場さん、はい、ごめんなさい、一つ伝え忘れてました。テヘペロ、かっこ棒読み、何ですか。特殊技能大悪党を使うと
共鳴値が強制で1上がります。ちなみにこれは私の名誉のために言っときますけど、ちゃんと使うまで黙っとけってシナリオに書いてあります。あーなるほど、うわ全く親切設計じゃなかったでは全く親切じゃなかった。あなたのターンです。じゃあまた空手で振ります。どうぞ。あらではやはり先ほどの共鳴が上がったことによって少々頭がクラッとしたんでしょうか。あなたのその隙を突くように銃撃部隊は銃を乱射してきます。ダブルです。ダブル、じゃあアクロパッドじゃない、引き察知で避けます。おお強い最低限の身の壊しで避けましたあるいはあなたがそのクラッとして弾を押さえたところがたまたま弾を避けたんでしょうかね。あーなるほど、はい、あなたは避け切りました。ではあなたのターンです。じゃあ愛も変わらず空手ミラクル。うわーいダブクリダブクリだダブクリだダブクリだやったではあなたはどのように残る舞台のやつらをボコボコにしますか。こんなの我には当たるペシって感じで首をトントンいきますではあなたのその言葉に対して、本物のザントが何かを言おうとする前にあなたの旋風のごときその、当て身は首都はですね、気づけば一陣の風とともに目の前の舞台を全滅させていました。戦闘終了です。はい、ほうやるじゃないか。こんなもんよ。そうかそうか。いやなんだ文言は少々なんだ俗っぽいというか、まあはっきり言ってナンセンスではあったが、いや実に面白かった。いい余興だったよ今回。まあだって悪党なんて知らないもの。まあ、クリをした方がいいのかな。お前のような小娘は悪党のあの子も知らなそうだからな。ごもっともです。さてでは邪魔なやつらもさえずるやつらも消えたところで本題に入ろうか。本題？ああはっきり言って私は君を当然だが信用していない。それはそうだね、うんうん、まあ君はきっとそうだ。はい。だが全くもっていかんなことに私の体の主導権はどうやら君が握っている。うん。であるから取引をしよう。取引？まあ聞いてみるよ。何？ああ私には目的がある。目的？ああ私にはやらねばならないことがある。倒さねばならない相手がいる。そいつを倒すために協力してほしい。協力？ああ、まあ、私がこの体から出て自分の体に戻れるならもちろん協力はしていいんだけど。戻れるかどうかはわからないが少なくとも君の体を探すぐらいは手伝ってやる。なのにこの通り目玉の数は多いのでね。それは助かるかもしれないかもしれない。まあでもパッと見で今私の体は見当たらないですよね。まあ調べたら何かわかるかもしれません。まあでもとにかく探さないことには意味がないし、まあ仕方ないから協力はするよ。まあ一つ希望的観測をさせないためにお前に一言だけ言っておくが、私はお前が亡霊、浮遊霊、悪霊の類なのではないかと見ている。何せ怪異の私を乗っ取れるんだ。よほどの感情がなければ乗っ取ることはできないだろう。要するに私はもうお前がすでに死んでいるのではないかと見抜いているんだがね。私が死んでる？まあそんなはずは。これはあくまでお前の楽観的あるいは希望的観測を潰すための発言だ。まあ逆にこの時は生きていたらラッキーだろ。死んでいたら予想通りだ。うん確かに。まあそういうわけだからあまり楽観視せずに頑張りたまえよ。上からだな。当然、まあ、仕方ないか。わかった手伝うよ。まあよろしく頼むぞ。
では頭の中の声は聞こえなくなりました。はい、では何か、あ、何かじゃねえわ、いや、間違えた。ではここで、あなたは探索パートを行うことができます。はい、探索の箇所は今この画面に映っている黄色と黒の部分すべてです。まあ、それ以外にも何か、振りたいものがあったりしたら言ってくれれば振ることもできるかもしれません。まあ、TRPG なんでやれることは自由です。ただし、はい、ルールがあります。これらのシナリオ上で決まっている探索家の箇所にはシナリオ上で決まっている探索技能が割り振られています。はい、はい、もちろん割り振られていなくても大悪党であれば代用可能です。代用は、はい、で注意していただきたいのは、これらの探索家の箇所は1回しかダイスを振れません。なるほど。なので失敗したら失敗して終わりです。はあ、となりますのでご注意ください。はい、では、探索パートです。ご自由にどうぞ。どこから行きますか。まあ、とりあえずその、まあ、亡霊かもしれないって言われて多分気になるんで、その観察眼あたりで周りで一応自分の体があるかどうかだけ見たいです。はい、では、そうですよ、観察眼どうぞ。はい、ダブルですか。ではそうですね、パッと見見当たりませんが、あなたは、なんとなくもし自分が死んでいるのであれば、死体を転がっている死体をすべて確認すればなんとか分かりそうだということ。そしてダブルなのでもし生きているのであれば怯えている人々のところに寄せ集められているのではないかと思います。なるほど。はい、じゃあ先にその転がっている死体の方を調べに行きたいです。はい、では転がっている死体です。情報タブをご覧ください。事前調査情報を送ります。はい、転がっている死体、床には何人かの死体が転がっている。銃やナイフでつけられた傷跡からはおびただしい量の血が広がっている。こちら触れる技能は観察眼あるいは医術です。メインで振ってください。はい、観察眼で振ります。どうぞ。シングル成功。ではあなたはですね、これらの死体がすべて、まあ銃撃のおそらくマシンガンか何かでしょうかね、の乱射や、あるいはナイフで喉をかき切られていることが分かります。はい、死体の内容は、警察官だったり警備員だったり、あるいは先ほどの覆面の連中だったり様々です。一般市民の姿は見当たりませんので、これ転がってる死体って、これこのフロアにあるあなたが確認できる全ての死体だと思ってもらっていいんですが、はい、あなたの死体はありませんね。ああ、なるほど。はい、そしてあなたはこの死体を見聞しているときに頭の中にフラッシュバックする光景があります。はい、それは覆面の男たちを、この今あなたが乗り移っているらしい男が人外の手口でもって蹂躙した光景です。このビジョンはまさかこの男のビジョンなのでしょうか。共鳴判定です。うわ強度6、上昇1、共鳴感情は孤独かっこ傷です。うっそ完全一致でお振りください。2倍となります。やばい、振ります。トリプ ル, トリプル。ではあなたは共鳴値が1上がります。はい、そしてあなたはハウリングを出しましたので、あなたの記憶が突如混濁し始めます。情報タブをご覧ください。はい、悪党とはいつの時代も定石を崩すものだ。必ず人類史そのものにくさびを打つ。円卓を崩す毒婦、裏切られた天下人、鍵十字の独裁者、大悪党とは人々に畏怖され、流布され、そうしてなっていくものなのだ。無垢の怪物、認知の歪曲、大悪党とはそうして怪異的能力の保持者なのである。あなたは意識を取り戻します。はい、
どういうことなんだろう、何がどういうことだ、自分のムクロでも見つけたか。いや、それは見つからなかったから、怯えてる人の中にいるのかな、この場だとしたら、うん、そう思った。そうかそうか、であればいいな。探してみようかな。ああ、存分に探したまえよ。どうせ私は自分の頭の中であぐらをかくことしかできないからな。じゃあそのまま怯えてる人々の方を調べたいです。はい、では怯えている人々事前調査情報を送ります。はい、事件に巻き込まれた観光客だろうか、あるものは震え、あるものはうずくまり涙を流し、あるものは困惑したような表情で立ち尽くしている。こちらに対して触れる技能は、何らかの交渉系技能です。交渉系技能は心理しかないですね。はい、では心理言ってみましょうか、まあ、あるいは大悪という代用もできますけど、はい、どうします。心理でいきたいと思います。はい、どうぞ。成功。本当？あ、成功、素晴らしい。よし、ではあなたがですね、まあこの怯えてる人々に話しかけようとすると、当然あなたこんな見た目なので、怯えられるんですが、こんな話を、まあ、聞いたというか勝手に言われます、まあ、吐き捨てられます。内容としてはですね、クソ化け物め、やっぱり俺らのこと殺すつもりなのか、クソ助けてくれるかと思ったのに、という内容ですね。はい、少なからず見た目はあれかもだけど、中身の私はそんなことするわけがないんだけどな。来るな来るなと言って後去っています。あ、じゃあちょっと近づくのもかわいそうなので下がります。はい、ではあなたはそこで記憶がフラッシュバックします。それは、先ほどと見た記憶と同様、このあなたが今乗り移っているらしいこの怪人が戦っている姿です。ですがその攻撃一つ一つ、乱暴な嵐のようなその応酬は、どれもこの怯えている人々、捕まっているらしき人々を傷つけていませんでした。共鳴判定です。強度6、上昇1、共鳴感情は孤独傷です。完全中断。うー、はい、トムミラクル。ではあなたの共鳴値が1上がります。本来ハウリングが発生しますが、これ以上なぜか記憶は、あなたの中に、そうですね、混濁しなそうですね。まだ足りないようです。とにかくひどい怯えられようだな。それはあなたがこんなことしたからじゃないの。ん、私がか。まあ確かになかなかに暴れさせてもらったからな。まあ死人が出てるくらいには暴れてるってことだよ、だもんね。うん、何、死人が出ているのかこいつらに。いや、怯えてる人たちは大丈夫なのは分かったんだけど。そうかそうか、それは良かった。一般客じゃない人はなんか亡くなっちゃってるみたい。あなたがやったの？ああそうだな、大概私がやった。まあ警察や警備員諸君が頑張ってくれた連中もいるが、まあそんなものはビビたるものだろう。なんでこんなことしたの？言ったはずだ、私には倒さねばならない奴がいると。まあその前哨戦だな。何せ私も権限したのは久しぶりでな。あなたを権限した人がいるってこと？まあ、人間の見た目はしてないからそうなのかな。私は私だ、言っただろ、私は怪、怪物、妖怪、まあどちらかというと悪魔に近いかもしれないな。悪魔。あなたのその倒したい人って誰なの？あなたを権限した人？違うな、俗悪、醜悪、私の名を名乗るにふさわしくないような存在だ。なるほど。難しいことはわからないな。簡単な話だよ。私はな、悪党というブランドを落としめられたくないのだよ。悪党は自らのためだけにことをなす、逆に言えば自分の
目標あるいは獲物以外のものは何も傷つけん。なるほど。だから普通の観光客みたいな人には手を出してないってことか。そういうことだ。まあ悪党なりの美学というやつだよ。悪党の美学か、私には理解はできないな理解できない方がいいさ。何せ理解できてしまったらお前も悪党ということだからな。それは確かに。だろ。であるゆえにお前は理解できなくていい。知らない方がいい世界もあるってこういうことなのかな。そういうことだ。だが先ほどのあの動きはとても魅了される動きだったかな。一応これでも空手段位持ってるから。おお、そうかそうか。であれば戦う素質は十分と見た。それは私としては大いに助かる。何せ今の私は動けないからな。なんかこの感じだとまた戦うことになりそうですごく嫌だなだが仕方がない。何せお前は私の体の中に迷い込んでしまったのだから。頑張って早く抜け出さないと。そうだな。抜け出すのが先か私の望みを叶えてくれるのが先か、まあわからないが、どちらにせよたったひとときの幕だ。楽しませてもらう。楽しませられるかわかんないけど、まあでもとにかくこの状況をなんとかしないといけないから、いろいろ調べなきゃ。ああ存分に調べたまえ。ああ安心しろ。少なくとも今時点で私はとてもとても楽しませてもらっていると思う。楽しんでる。まああなたは当事者になってないからいいかもしれないけどそれだ、そういう表情だ。私の顔だというところが少し不愉快だが、そこに目をつぶっても実に面白い反応をする。私がこのように情けない顔をしてるのが実に面白い。あなたはこんな顔したことないっていうことなのね。ああ私の目ん玉が全部垂れ目になったぞ今まあそりゃそうなるよ。だって私は普通の人だもん。ああそれでいい。だからいい。変に干渉しなければいいかなって言って、その他どこかな、窓の外とか調べに行けますか。わかりました。では窓の外です、はい、銃撃によるものでしょうか。窓ガラスが吹き飛んでいる。眼下に広がっているのは紛れもない東京の夜景です。ここで触れる技能は近く聞き耳です。アンの場合ベース技能近くだけかな。聞き耳一応持ってるんですよね。え持ってるっけ。あれ聞き耳持ってます。持ってるやん。どうぞ聞き耳。はい聞き耳で振ります。失礼しました。どうぞ。大丈夫です。失敗。ではあなたはゴーとひときわ強い風が吹いて、あなたはきっと目をつぶってしまうだろう。どうしてでしょう。この風の音があなたを称える賛美歌のように、そしてあなたを恨みしげにつぶやくエンサの声にも聞こえる、うん、どうした。高いところは怖いか。いやなんか少し嫌な感じがして。まあ綺麗な夜景が見える場所のはずなんだけど。そうだな、実に綺麗な夜景だ。私が権限した頃にはこのような景色はまだなかったな、うん、何よりこれほど高い塔というものもなかった。覚えてる中だとあなたが権限した時って第二次世界大戦とかそこら辺だったような気がするんだけど。まあその後にも一度はあったのだが、まあこれといった悪目立ちもできずに、いや正確にはしたんだが、まあ他のテロリストグループに置き換えられたり隠蔽されたりして、まあ私のせいということでなくなってしまったな。なるほど。その時には東京タワーは残っていたかな。東京タワー、そっか。じゃあスカイツリーはあなたにとって初めてなのか。そうだ、初めて来たところだ。なんでここにしたの。ん？それは当然、私が倒すべき相手がここを選んだから。倒すべき相手ってどんな人なの。
私も知っといた方がいい気がするんだけれど。先ほど言っただろ、小悪党の類だと。小悪党がここにいるっていうこと？そうだ。どんなやつか知りたいと言ってたな。覚えはないか？覚え。要するに先ほどの覆面の奴らの親玉だ。親玉。親玉がこんなところ乗り込んでくる気はあまりしないのだけれど。だが乗り込んできていた奴は曲がりなりにも私の名前を冠しているからな。まあそれぐらいのプライドはあったのだろう。だとしても内心ビクビクだろうがな。なるほど。私という怪物が暴れたことも情報は言っているだろう。それはこれだけ派手にやってたらそりゃそうでしょうね。うん。会話をほどほどにモニターの方を確認したいです。ではモニターです。事前調査情報をどうぞ。長いです。はい、調査情報。モニター呆然とするあなたの耳に音が届く。ヘリコプターからの映像だろうか。モニターの中には煙を吐くスカイツリーが映し出され、ライブ中継と書かれたテロップとともにニュースキャスターが原稿を読み上げている。本日午後7時頃、東京スカイツリー展望台にて銃撃事件が発生。多数の死傷者が出ている模様ですが、詳細はまだつかめておりません。犯人は指名手配中の地獄ヶ原ザンド容疑者とみられており、午後11時を回った現在も人質を取り立てこもっています。地獄ヶ原ザンド容疑者は強盗、殺人、誘拐、器物損壊など1000件以上の犯罪に関わった容疑がかけられており、未解決200件のものも含むとその数は数十倍に膨らむのではないかとも言われております。付近の皆様はくれぐれも現場には近づかず、周辺警察の指示に従って避難してください、という内容です。うわぁ、あなたすごい大悪党なのね、ザントさん。ふん、本当にそう思うか？本当に？私がここまでのことができると？いや、だってあなたがしたことなんでしょ？よく頭を使ってみろ。頭を。直感どうぞ。直感。振りたければですわ。直感振ります。成功。あなたは思います？いや、さすがに1000件は無理やろなるほど。はい、あなたはそう思います。なんかふと直感が囁いてるんだけど、1000件なんて無理なんじゃないの？当然だ、当たり前だ。1日に何個犯罪をしたら気が済むんだ。確かに。しかも数十倍に膨れ上がるだ笑わせる。まあだがこれが大衆だ。人々は恐ろしいものを徐々に徐々に膨らませていく想像力の化け物だ。大悪党が怪異たるゆえんは、人々が畏怖し流布するゆえだ。まあ無知妄昧な者どもの風説、噂話、都市伝説といったものだな。それより怪異はだんだんと声太っていく。それが今の私だ。そう、でもあなたザントさんだとは思うけど、怪異なんだもんな。ああ、そうだ。私は怪異だ。私はそういう存在だ。でもあなたはザントさんだよ。ん？名前。ああそうだ、私が地獄ヶ原ザントだ。どうも。どうしようかな、エレベーターの方を調べたいですはい、ではエレベーターの方に行く前にですね、はい、あなたは、頭の中に何かビジョンが蘇ってきます、はい、それはまあどこか路地裏か何かか、暗がりからまるで染み出るようにこの存在が徐々に徐々に体を保ち続けている、そのような情景でした。体を完全に抱かれば低くこうつぶやきました。悪を、世界に悪を振り向かなければ、振りまかなければ私は大悪党なのだから。この記憶は一体誰のものでしょうか。共鳴判定です。
強度6上昇1共鳴感情孤独括弧キです。どうぞミラクルでは、あなたは共鳴値が1上がりハウリングが発生いたします。はい失礼。情報タブをご覧ください。はい。いついかなる時代でも大いなる波、長いものに巻かれるものは多い。私の名を語る者、私を名乗り世にはばかる者。彼らは特殊な電波装置を用いて日本中を洗脳し得るようだ。洗脳し操るようだ。ふん。実に滑稽、実にチープだ。であれば、コアクトンの企みなぞ、叩き潰すに限る。我が力にて、ほふる。あなたは意識を取り戻します。はい。またフラッシュバック。ねえザントさん、このフラッシュバックってあなたの記憶？何の話だ？フラッシュバック？あなたには何も起こってないってことか。ん？いや、いい、なんでもない。うん、うん、うん、なるほど。単にあなたが見たようなものがあったのかなって。うん、まあいいか。どうやら気づかなかったよ。どうやらバレなかったよ。ああ、危ねえ。ああ、そうだ小娘。何？どうやらお前は本当に少々抜けているところがあるというか、まだ気づかないらしいな。抜けてる？気づいてない？何を？よーく耳を澄ませてみろ。耳？聞き耳が触れます。振りたければ振ります。ファンブル！なるほど。ではこうしましょうかね。ではあなたはですね、はい、自分の腹のあたりからはい、ピッピッピッという規則正しい電子音が聞こえてきます。あなたは嫌な予感がして自分の腹を見てみますと、なぜかぽっこり膨らんでおり、バッと服をめくってみればそこにはギチギチに締められたベルト、何かの機械の塊、電子配列の塊、そして画面があって、そこには今ちょうど42分となったところでした。え、何これ？大悪党のドレスコードだよ。ということで特殊ルール、制限時間の正体は次元爆弾でーす。うわー、やだ、マジ自分のこと爆破しようとしてる。はい、特殊ルール次元爆弾、60分間の制限時間があり、それが0になりますと、1D30 ダメージを食らいます。やっば。はい、まあまあ頑張れ生き残れる。いやー無理でしょう。はい、まあ、大概死にます 1D30 なので。はい、はい、そして、こちらの制限時間何で減っていくかというと、技能です。はい、なるほど。今ファンブルなんで2個減らしました。あ、なるほど。ちなみにさっきあの肉り出した戦闘の時、あれでは実は減らしてません。うわー、クリティカルだと減らないのか。はい、あ、なるほど。まああの時は特にすごかったので減らさないことにしました。あ、はい、という感じです。しかもこの、技能はですね、先ほどあの私がザントは勝手に直感振って減ってるじゃないですか。はい、本シナリオ中敵味方強制じゃない問わず1個技能を振るために減ってきます。マジっすか。まあ技能1個使うにつき1分かかるという想定ですね。はい、はい、なのでご注意ください。はい、調べなきゃいけないものは調べなきゃ。もちろん共鳴判定でも減ります。うわなるほど。まあ確かに時間だしな。ダイアクトンのドレスコードだ。どうだ、自家製だぞこれは。自家製って趣味が悪いよこんなの。ダイアクトンだからな。安心しろ、解除コードは私だけが知っている。
じゃあ今すぐ教えて。なぜ教えなければならない。だって今はあなただけの体じゃないはずだよ、うん、だとしても簡単な話だ。簡単な話ではないか。あと42分以内にこの事件を解決してしまえばいいんだ。簡単だろ。なんか変な感じ。まあでもやらなきゃいけない。でも簡単に教えてくれなさそうだから。簡単には教えないし、お前は私の体を使ってるんだから、それぐらいのまあ条件というか、なんというかまあ保険だな。保険だって今の私の体なのから、ぶっちゃけ逃げようと思えば逃げられるじゃないか。逃げられるの？するなら今すぐにでもしたいのに。私の旅力であれば可能だ。でも自分の体がないからきっと魂だけになっちゃうのかな。なるほど、そういう考え方もあるか。まあそういうわけだから、私と心中したくなければさっさと事件を解決することだな。そうだね、喋ってる時間も今じゃもったいない。ああそういうわけだ、頑張ってくれたまえ。ふーふーだって言いながら通路の奥の方を調べたいです。はい、では通路の奥です。事前調査情報をご覧ください。はい、調査情報。通路の奥、どうかが燃えているようで煙が充満している。普通の神経の持ち主であればここに飛び込もうとは思わないだろう。ここで触れる技能はマッピングあるいは調査です。マッピングは調査、調査4か。うわー、どうしよう。6か。いやでも大悪党で振りはいけど、まあ、ロールプレイがいますね。そうですね。どうしようかな。残響を使いたいです。あ、先に。あ、忘れた。それ言ってなかった。そういえば。あ、このマス使えないパターンですか、もしかして。はい。あなたは継続キャラクターなので残響を持っていますね。ですが、はい、今あなたの体どうなってますっけ。ザントさんになってますね。他人のものやってますよね。はい、つまりあなたは現在残響が使えません。他人のものになっているので。なるほど、そっか。魂はあるけど体は違うから。はい、まああるいは両方とも同じでなければいけないのかもしれません。あ、なるほど。諦めるしかない。でも1回しか触れないし、じゃあ大悪党で通路の奥の方を調べます、はい、ではどうぞ。ロールプレイですね。こんな炎や煙など私には聞かねえお前それしか言わないじゃないか先ほどから。どうぞ、振っていいです。はい、だって大悪党なんて知らないんだもん。お前の大悪党像、ほらお前の大悪党像がお前の解像度が低いからほらと危ね言ってきますが言ってきますが、成功はしてるので、シングル成功ですので、このフロアは円形状のホールになっており、案内板によればここが地上から高さ 350m 位置にある展望回廊であることが分かります。あ、間違えた、展望台であることが分かります。はい、何かの爆発によるものでしょうか。この先は炎と煙に閉ざされております。そしてあなたはですね、ふと思い出しますというか、まあ見て気づきますね。はい、ギリギリ煙に隠れていない位置にこの今盤面に映ってるエレベーターとは別のエレベーターを発見します。はい、確認してみるとそれは、上に向かうためだけのエレベーター、地上から高さ 450m の位置にある展望回廊に向かうためのエレベーターのようです。なるほど、先に言っておきます。ここに入ると、次のイベントに進みます。はい、そして、はい、あなたはこのフロアマップを思い出しながらふとデジャブを感じます。デジャブ。あなたは共鳴者白崎ねねさんとしてここに来たんでしょうか、それとも本当に大悪党地獄ガラザントとしてここに来たんでしょうか。あなたは一体どちらなんでしょうか。共鳴判定です。はい、強度6上昇1、共鳴感情はもう言う必要ありませんね。孤独傷、完全一致で振ります。どうぞ。
ミラクル。ミラクル。ではあなたは、共鳴値が1上がりハウリング発生しますが、これ以上得られるビジョンはなさそうです。なるほど、できてるのかビジョン。しょうがない、ここにいても仕方ないし、エレベーター行くしかないなって言って、そのエレベーターの方って行けたりできますか？どっちのエレベーターですか？今場面に映ってる方ですか？見えてない方のやつです。ここに入るとイベント先に進みますので、調べる、このエレベーター調べなくなりますか？いいですか？あれエレベーター調べませんでしたっけ？あれ多分調べてないですよ、まだエレベーター。マジですか？あ、じゃあ多分、ね、エレベーター調べますって言ったタイミングで私が描写挟んじゃって、あーなるほど、はい、だったんで、エレベーターも調べなくて。そうですね、じゃあこっち見えてる側のエレベーター先にじゃあ調べます、うん、はい、ではエレベーター全調査情報です。エレベーターの扉は開いたまま停止している。どうかへ断線でもしているのか、あるいはシステムに異常が起きているのかわからない。中を覗き込めば真っ暗で、むき出しのエレベーターシャフトが遥か下まで続いている。ここからの脱出は難しそうだ。あーやっぱこの感じじゃ戻るにも戻れないし、やっぱ結局先に進むしかない。ここで触れる技能は自我、ベース技能自我のみです。自我にしかないな。いやでも振っておこうかな。いやでも2振ります。いやどうかな。まあだよね、まあさすがにね失敗。ではあなたは、あなたは無意識に一歩虚空に踏み出そうとしていたことに気づき、慌ててその足を引っ込めます。今あなたは確かに今の自分の努力であれば、このエレベーターシャフトを降りて地上に降りることは可能だと確信していました。ここで、追加で、霊感が触れます。霊感触れますよ。いしょ、成功、はい、成功しましたし、あなた自分で言ってたので追加情報をあげます。はい、ここから下に降りるとまずい気がする。ここから下に降りると、それこそあなたが自分で言ってた通り、何か自分自身の魂のパスが切れるような感覚があります。なので下に降りることは自殺行為でしょう。たとえあなたの努力であれば安全に降りられるとはいえ、なんかやっぱり嫌な予感しかしないな。仕方ない、上に行くしかやっぱないみたい。そうかそうか、何かあったの？ん？いや何、ゴンスメ、お前は実に面白いなと思ってな。面白い？ああ、お前はわけのわからない状況にいる。お前はわけのわからないこのような怪異と共に行動し、であるが順当に情報を着々と得ている。いや実に面白い、実に評価しうる。私は今必死だから、まあ、ああだからお前に褒美をやろう。褒美？俺の思考を覗いてみろ。思考を覗く？先ほどからお前はきっと時々お前は口黙るというか、口ごもるというか、押し黙る時があった。うん、私の体を乗っ取ってるのだ。私の記憶を見ていてもおかしくはない。うん、なるほど、やっぱりあのフラッシュバックってあなたの記憶ってことなのかな。まあ記憶と呼べるものがあるかわからないかな。私は人間だった頃の記憶をほとんどおぼろげにしているからな。だから私の、ああそうだ、私はもともと人間だ。先ほどから言ってるだろう、私は悪党だったのだから。悪党？ああ、円卓を崩した毒婦、裏切られた天下人、鍵十字の独裁者、彼らと同じだ。私は悪党だった。悪党だった。ああ、今もそうじゃなくて死んでしまったからな。今は怪異としての悪党だ。死んでしまった？ああ死んだのだよ。
私は。だから顔みたいなところが透けているの？違うな。これはおそらく私の顔が出回っていないからだ。出回ってない？死んだる大悪党ジオカラザントの顔は誰も知らない。私は誰にもバレることはなくそのまま死んでいった。この顔は大衆の認知、イメージそのものなんだよ。きっと悪党はこんなやつなのだろう。人間とは思えないような顔をしているのだろう。そりゃこの姿だ。大衆のイメージ、そういうことだ。なんだかすごく複雑な気持ち。ああ、そういうものだ。さて、私は言ったぞ。私の死を覗いてみろと。覗けば何かわかるかもしれない。そうだな、例えば爆弾の解除コードとかな。それは今覗くから手が出るほど知りたいものだな。であれば覗いてみせろ。シナリオからのアナウンスです。はい。大悪党が触れます。ああ、振ります。どうぞ。はい。トリプル。トリプル。共鳴値は強制で1上がります。はい。やべえ、死んじゃ。あなたは大悪党の思考に潜り込む。番号は何でも構いません。あなたは爆弾解除のコードを入手しました。はい。そしてもう一つ、あなたはやはり知ることがあります。必ず倒さなければならない。私の名前を名乗る大悪党ジオカラザントを名乗る小悪党を。そうしなければ日本全体が醜悪な被害に遭う。醜い結果を引き起こす。であれば止めねばならないと。そんな意志をあなたはひしひしと感じます。あなたを止めなきゃ私はいけないのかな。私じゃない。私じゃない。言ったはずだぞ。偽物がいると。小悪党がいると、うん、言っていた。奴を倒さねば日本中が醜い結果になるぞ。それは困る。だろう。今私がやったこれはな、褒美と言ったのな。言っていた。私なりの信頼の証だ。信頼の証？今までの行動で？そうだ。お前は私の体を扱い情報を得た。お前は私に認められたのだ。認められた？そうだ、白崎ねね。名乗ってないのにわかるんだ。よくよく考えてみたまえよ。お前が私の頭の中を覗けているのだぞ。怪異である私がお前の頭の中を覗けていないとでも？それはそうかもしれない。まあまだ体の自由を奪うには足りていないようだがな。奪われたら奪われたでそれも少し困るかもしれないな。何をやらかすかわからないから。確かにな。であればお前が解決するほかあるまい。お前自身の手で。やっぱやらなくちゃいけないよな。ああ、入り口はあそこにある。もちろん彼が指さしたわけではありません。ですがあなたはなんとなく、あなたの目線は上に向かうエレベーターの方に向きます。やっぱ進むしかないんだねって言って、そちらの方に進めたいと思います。ああ、あとせっかく行動を手に入れたのに止めなくていいのか。1分減ったぞ。あ、確かにそうだ、忘れてた。じゃあその爆弾の方のコードを入力したいです。ピッ。では爆弾は停止しました。ああ、よかった。これで大丈夫かな。ああ、きっと大丈夫だろう。ど
うしよう、これは外せないのかな。あ、外せたことにして、いや、ベートはギチギチなんで外せませんね。ただ止まったことは特に技能使わずとも分かっていいです。あ、じゃあまあ置いていくのもちょっとあれなので、まあ仕方ないって言ってそのままつけています。はい、止めて、はい、はい、まあぶっちゃけメタ的なこと言うと別にこれ外す外さないで特になんか変わったりとかはしないので。よかった、はい、はい、ステータスの変化はないので、はい、ではエレベーターに乗り込みますか。乗り込みます。ではあなたはエレベーターに乗り込んだ。ここで一旦休憩したいと思いまーす。休憩でーす。休憩でーす。ミュート各自でお願いします。乗っちゃうのでご注意ください。はい、了解です。じゃあちょっと一旦失礼します。はい、俺も一旦失礼します。よいしょ、ちょっと心配になるけど。よいしょ、はい、戻りました。はい、よいしょ。はい、どうです、楽しんでいただけてます。いや、楽しいのと難しいのでどうしようどうしようってなってます今いろいろ考えてるでしょう、このシナリオ。考えますね、このシナリオ。先に言っときます、あの意地悪だけど絶対最後楽しんでちゃんと安心してみておいてください。はいはい、いやちょっと、まあ、まさかいきなりあのキャラクターいなくなるとは。あれね、あれ衝撃ですよね、あれね。びっくりしちゃいました、もう。あれね、ってなりますよね。なりますね、びっくりしちゃった。もうこのシナリオ大好きで大好きでね、もうメタメタに好きなので、ね、はい、よいしょ。あ、ちなみに現在強めち8です。やばい、お死にかけてる。そう、そうなんですよ。あと2上がると死にます。やばい、死にます、死にます、死にます。死にたくない、死にたくない。はい、しかもあの本当に申し訳ないですけども今残響使えません。やばい、やばい。はい、恨むならシナリオ恨んでください。あ、もうそうですね。はい、ま、マジか、ま、マジかマジかです本当に。ということでね、白崎姉さんは無事生き残れるのか。あ、死にそう。楽しみにいたしましょうかね。はい、じゃあ再開できるようであれば再開していきますが、どうしましょう。大丈夫です。では再開して参りましょう。はい、今あなた方は地上から高さ350m の位置にある展望回廊か、展望台から高さ 450m の位置にある展望回廊に向かっている最中です。エレベーターの中何か会話などありますでしょうか。特に喋ることはないのかな。ないと思う、てか多分押し黙ってると思います。わかりました、はい、では押し黙ってるとですね、どうした、緊張でもしてるのか。緊張、まあ、それはそうでしょう、そもそも私の体じゃないし。確かに小娘が気づけばテロリストの退治とはな、どんな女子師だという話だもんな。確かに、私がそうこんなことになるなんて思ってなかったから。うん、それは確かにそう言える。なあ小娘、何ですか。正義とは何だと思う。正義、難しいな。人それぞれ正義は持ってるものだから何とも言えない。であれば私なりの答えを一つだけ教えてやろう。
答え聞かせて。正義とは悪の反対だ。実にシンプルだろ。それは確かに、正義があるから悪があって、悪があるから正義がある。そうだ。そして悪を倒せるのは正義で、正義を倒せるのは悪だ。確かに。だが何事にもイレギュラーというものはあってな。イレギュラー？同じ側同士がぶつかった場合どうなると思う？同じ側がぶつかった時、簡単な話だ。より大きいものが、より強いものが勝利する。確かに。これを夢忘れるな。わかった。覚えておく。ああ。さあ、着くぞ。うん。あなた方は展望回廊にたどり着く。あなた方は地上から高さ450メートルの位置にある展望回廊にたどり着きました。そしてそこには驚くべきものが鎮座しておりました。ハンドピース。ふん、まあ造形は下の女王といったところか。旧大典だな。何これ。これが我々が今から倒すべき相手、醜悪で俗悪な小悪党の作った全人類洗脳装置だよ。全人類洗脳装置。洗脳の理由は簡単だ。自分たちの犯罪を起こしやすい土壌を作るため。うん、実に陳腐な発想だ。犯罪を起こしやすいようにするため。そんな、そういうことだ。そんなものがこれ、そもそもあるの？ああ、そうだ。知ってたか、東京スカイツリーは電波塔なのだ。そうだね。ああ、つまりその電波塔の、まあ一番高いであろう場所にこんなものを設置したらどうなるか。なあ、日本中にこれが行き渡るな。そうだ、それは確かに。本当にこんなものがあっていいの？あっていいはずが、いいか悪いか、それは私が決めるところではないな。小娘はどう思うんだ？私は良くないと思う。洗脳って時点で良くないんじゃないのかな。では簡単な話だ。今の私の体育を操るのは、今の私の五体を操ってるのはお前だ。であればお前が奴を始末すればいい。そう言って残党は決して指さしたわけではない。だがそこに幾人かの仲間たちを、群れた仲間たちと共に何かがいる。それはこんな男です。まあ名は体を表すというが、実に小悪党らしい悪党だな。小悪党と揶揄された男はまるで震えた小動物のようにハッと振り返り、化け物め！と言って拳銃を向けてきます。ふん、それしか言えんのか。セリフもチープと見える。さあ、実に簡単な話だ小娘。な、何？お前が奴を倒せ。今のお前であれば、私と共鳴しきったお前であれば、増評など物の数ではない。だが奴も奴とて小悪党といえ、多少は私の恩恵を、つまり大悪党の改正を有している。
だが先ほど言ったはずだ、大は小を兼ねると。やるしかないよね。わかった。ああ、叩き潰してやれ。叩き潰す。では戦闘開始です。はい、イニシアチブ順で行動していきます。あなたが先行です。はい、どうしますか。愛も変わらず空手で仕留めに行きます。どうぞ。はい、ダブル、ダブル。では相手は、大悪党を使って避けます。それを。おっと、あら、お、勝った。では 2D3 プラス1へどうぞ。 2D3 プラス1いきます。3点。はい、ではあなたの、まあ普通にパンチですかね、はい、が相手の腹を捉えボディーブローをかませますね。はっ、いって。おいおい、本当に小悪党だな。確かにそう見えてきたかもしれない。ああ、お前であれ物の数でもない、叩き潰してやれ。というところで相手のザントのターンです。まあ、ザントと名乗る男のターンですかね。大悪党を振ります。はい、お前本当に小悪党なんか。シングルです。シングルだ。ちなみにこの戦闘中もあの分数は減っていくのでご注意ください。はい、あ、そうですね、なぜか分数が減っていきますね。 あれ確かになぜか分数が減っていってます。は、短期間で決めなきゃ。ではシングルなのであなたは避ける技能を振るといきます。はい、危機察知でいけますか。どうぞ。はい、ダブル。あ、でも難なく避けましたね。もう最低限の身のこなしで、はい、スッと。あー、すっ。化け物め。おいおい、本当にそれしかいないじゃないか。やっぱ怖くとって言ってふさわしいかもしれない。ああ、そういうことだな。いいな、小娘、お前の口で言ってやれ。俺の口から言うよりお前の口で言ってやった方がおそらく相手も打ち震えるだろうな、屈辱で。それは確かにちょっと面白そうだけど。ああ、いいじゃないか、お前も思考が少し俺に寄ってきたな。それもちょっと尺だけどな。ではあなたのターンです。はい、はい、じゃあまんまとりあえず振ります。どうぞ。シングル。では大悪党はそれを回避します。トリプル、トリプル。じゃあそれこそ難なく避けましたね今度は。ち、なめるなよと言って避けられます。やはりセリフが小悪党だなって感じでちょっと発言寄せています。いいですね。ではその言葉に対し、よほど器が小さいようですぐに憤慨した相手は拳銃を抜け放ってきます。大悪党です。わ、はい、大悪、はい、小悪党です。はい、小悪党、小悪党。はい、どうぞ。危機察知です。どうぞ。ダブル。はい、あなたは弾丸すら避けました。もう、はい、うわ、強い。ではこの体すごいかもしれない。ああ、そうだ、お前は強い。強い、どうだか。何せ私の体を使ってるんだから強くなくては困る。そして気づいたか、奴の力は不完全だ、私と違って。不完全、たとえ私と、まあ、正確には今お前が使っているの体だと奴が同じ出力を出したとしてもお前が押し勝つだろう。大は小を兼ねる。そう、まがいものは本物には勝てない、特に戦闘の場においてはな。さあ、お前のその力で叩き潰してやれ。シナリオアナウンスです。はい、エモクラ TRPG では本来戦闘技能と回避技能が同じ数値だった場合受け身が優先されるので、防御側が勝ちます。はい、トリプル、トリプルだった場合受け身側の防御側のトリプルが勝ちますが、はい、相手が回避に使ってるこの大悪党技能は、大悪党通常より弱い技能扱いなので、
はい、あなたの大悪党と相手の大悪党過去クエスチョンがぶつかった場合、同じ数値でぶつかった場合、あなたが勝つことになります。なるほど。通常のルールを無視して。はい、そっか、なるほど。まあもちろんその上で別に大悪党を使わずにもう空手で押し通すってこともできます。別にできればちょっと共鳴がものすごく痛いので空手ですかね。どうぞ。振ります。失敗。あぶねー、救急。ではあなたは余裕を見せすぎたのでしょうか。その隙をすかさず相手は狙い撃ってきます。あ、その前にまず今のうちに、位置減らしておきますね。はい、はい、すかさず狙ってきます。大悪党。マジで怖く党じゃん。怖くとだ、すごい怖くと。1しか出ねえ。どうした俺今日出ねえ。怖っ。よかった俺今日プレイヤー側じゃなくて。ではシングルです。どうしますか。まあ普通になんだっけ、キキサッチで避けます。どうぞ。はい、もう気がついたらあいつの後ろにいるぐらいですね、もうね。いやーしひーっと相手は後ずさりします。いや、じゃあもうそこにすかさず空手をぶち込みます。はい、どうぞぶち込んでやってください。ダブ ル、相手は大悪党で避けようとします。トリプル、避けられました。うー、時間制限が痛い。あ、では相手のターンです。はい。ここまで来ると芸術的だな。シングルです。すごいですね。スーパードロ試合が始まっております。まあ、キキサッチで避けます。はい、どうぞ。はい、スーパードロ試合が始まっております。やばいやばいやばい。ターン数がというか制限時間が刻々と減っているだけです。いやー、小娘。何、うん、お前の戦いだ。別にお前が全て決めればいい。どうせ私は体を使えない。だが脱脂を染み押し続けると後々後悔するかもしれんぞ。でも私はあなたじゃないし、これをあんまり使いたくないんだ。分かっている。だが時間は待ってはくれん。そしてあれですね、これは本当にやれよって意味ではなく単純な事実として言うんですが、はい、先ほどから私がファンブル出しまくってるせいで多分麻痺してると思うんですけど、はい、相手サンディーブ9なんで基本トリプルしか出ません。いや確かに。はい、どうしようかな。大悪党振ろうかな。では振る前にロールプレイをどうぞ。いやー、ちょっと悪党っぽいセリフがマジで浮かばない。セリフじゃなくても悪党っぽいなんか説明とかでもいいですよ。こういう風に打ちますみたいな説明。じゃあなんだろう、相手の後ろにそのキキサッチでその瞬間に相手の後ろに入ってさっとこう後ろからガッと殴るような感じで行きたいです。ではどうぞ。正々堂々正面からじゃなく後ろから行きます。トリプル。トリプル。では残党大悪党のターンです。同数、しかし心眼勝負、まがい者は真なる者には勝てません。 3D6 をどうぞ。 3D6。 はい、14。ではあなたのその拳はどのように放たれますか。今ちょっと説明してくれましたが、もう一回セリフと一緒で構いません。どうぞ。キキサッチでそのまま後ろに入って背中側からガッと殴って、お前は私には勝てないって感じで言いたいと思います。ではあなたのその拳は完全に目の前の男の臓腑をぐしゃぐしゃにシェイクし、目の前の男は白目を向き情けなく倒れ伏しました。はい、戦闘終了です。はい、一応聞きます。殺しましたか。いや、
多分気絶ですね。はい、わかりました。であればあなたは戦闘を終えてハッと気づきます。周りのまあ増票といいますか、おそらく先ほどのこの小悪党の部下である者たちは全員気絶しています。はい、おそらくこの戦闘中あなたが気づかない間にもう小手先で気絶させていたようですね。我ながらすごいことしちゃったな。そして大悪党技能を使ったあなたは共鳴値が1上がります。はい、死にそう。やったな小娘。ああ、やっちゃったよ。実にお前は素晴らしい。そうかな。お前は実に俺好みのマリオネットだ。マリオネット。記憶が混濁し始めます。情報タブをご覧ください。はい。実に滑稽、実にチープだ。であれば小悪党の企みなど叩き潰すに限る。我が力にとほふる。そしてそれを私が奪う。ああ、実に俗物的な計画だと思う。悪党を名乗るのであれば、大悪党ならば、より世界を恐怖と混沌に陥れねば。洗脳電波の装置、その電波に私の回声を乗せる。日本中に私が行き届く。日本中が私になる。日本中から世界を揺るがす大悪党が生まれる。そうだ、これが大悪党らしい悪行だ。これが私の描く地獄だ。あなたは意識を取り戻します。はい、ああ、実に面白い余興だったと思う。やっぱり楽しんでいたのね。ああ、正しいかもしれないけど楽しんでいたと思う。ああ、実にイレギュラーばかりだった。もともと私はこれを私一人で行うはずだった。お前のようなイレギュラーは来ないはずだった。私は淡々と一人ごとすらつぶやかずにそれを終える予定だった。だが、珍客が現れた。それがお前だ。お前は私の期待通り、悩み、苦しみ、あがきながら、見事ここまでやってきた。褒めたたえずして、何が大悪党か。褒められても嬉しくないよ。だろうな。だが私はとても嬉しいと思う。お前が私に褒められているというこの期待通りの状況が実に好ましい。でも私にはこうするしかなかったから。そうだな、もちろんそうだと思う。実際私が動かなければきっと日本中の誰もがこの男を止められなかっただろう。この男も曲がりなりにも怪異的能力の保有者だ。私の頭の中は見てくれたか？さっきまた見たよ。ああ。なぜ私がベルトの中の制限時間を60分に設定していたと思う？正解はこの洗脳装置が発動するまでのタイムリミットだ。やっぱこの装置はあなたの仕業だったってこと？いや違う、私が勝手に調べてそれを知っただけだ。私はゲームをしたかったんだ。何？私がまずこの装置を奪還できなかった時点で私は大悪党として失格だ。だからそのための自害用の爆弾だよ。私が負けた時点で私は爆死する、そういうものだったんだ。そして無事今22分前で、あーいや違ったな、20分前でどうやら間に合ったらしい。この洗脳装置に私の回声を乗せる。全日本人を共鳴させ、全日本人を逸脱させ、私に書き換え、洗脳ではない、上書きする。
か。今の私みたいな状態ってこと？それはどうだろうな。お前はなぜ私の体の中に入ってきたのか未だにわからない存在だからな。まあでも違うとは言えるかな。なぜならお前は上書きではない、レイヤーの上に乗っかったような。何せ私の人格は消えていないからね。それは確かに。じゃあこの装置を使ったら。ああ消えると思う。すべて私になる。お前の両親も、お前の家族も、お前の友人も、お前の教師も、お前の知り合いも、お前の好きなやつから嫌いなやつまで、知らないやつまで、全員日本にいる、日本という島国にいる人間たちは全員私になる。もしかしたら知能の高い猿や犬まで私になるかもしれないな。そんなことして何になるっていうの？何にもならない。ただ地獄を生むだけ。そうだ、大悪党という存在に理由などいらないのだ。金のため、女のため、名誉のため。違う違う違う、どれも違う。ただ悪であるためにそうあるべきだろう。どうであるために。でもこんなことしたって意味なんてないんじゃないの？ああ、意味はないさ。私が悪党として知らしめられるだけだ。私は怪異だ。こういう生き方しか、こういう存在の仕方しかできない。あなたにとってはこういう生き方じゃなきゃいけないのかもしれないけど、でも私はそれをきっと許さないし、許せない。だから私はきっとあなたを止めなきゃいけない。そうだな、止めなくてはならないな。ではどうする？この装置どうにかしなきゃ。まだちゃんと調べてないし。そうだな、この装置を調べれば。というかお前のその格闘術と今の私の体の力さえあれば、簡単に粉砕すれば終わるだけの話だ。だが忘れたか、今お前の体は私の体だというのに。憑依判定が発生します。憑依判定。憑依判定とはエモクラ TRPG における判定の一つです。実際にルール文にあります、はい、憑依判定とは、はい、怪異あるいは悪霊、何かしらに体を乗っ取られる判定です。まず憑依判定を受けるときに受け入れるか抵抗するかを選ぶことができます。どうしますか？抵抗します。わかりました。では憑依判定、共鳴判定を振っていただきます。はい。強度は9、上昇1、共鳴感情は孤独かっこ傷です。共鳴、憑依判定はまず条件が2つありまして、はい、1つが、共鳴判定を振り、その成功数があなたの精神の数を上回っていればまず1段階成功しますということで、まず打ってみましょう、はい、これで上回ってなければまず失敗します、この時点で。はい、じゃあ、完全一致の方ですよね。完全一致でどうぞ。振ります。カタストロフ、確実に確実に上回っています、はい、ではあなたは最後の判定です、自我を振ってください。これに成功すれば憑依判定は失敗に終わります。自我、自我どこだ？2しかない2しかない振ります。どうぞ。だよね。ではあなたの体が徐々に徐々に動かなくなってきます。あなたの指先が、あなたの歩幅が、あなたの呼吸が、あなたの瞬きがだんだんと他人のものになっていく。そしてあなたの体が、あなたの口が勝手に喋り出すと、まあこういうわけだ。今あなたは、先ほどのザントと同じように彼の頭の中でしか喋ることができないような存在です、まあ、会話できると思ってください。はい、というわけだ。
返してもらったぞ。今あなたにとったら返してもらったかもしれないけど、今それをされたらすごく困る。困るだろうな。ああ困るからやってやったのだ。ああ一つ勘違いはしてくれないよ。勘違いはしないでくれたまえよ。本当にお前という存在は私にとってイレギュラーだったんだ。だから正直体を取り戻せるかどうかヒヤヒヤしていた。だから使わせていた。共鳴するように、私自身と混ざり合うように。元から協力なんて言ってたけど、そんな気はなかったってことね。悪党の言葉を信じるのかお前は。もう少し義理があってもいいと思う。ああ義理があるから褒めてやったのだ。ああ私はお前を信じていたとも、最終的には信頼していたとも。だから言ったはずだ、お前は私の素晴らしいマリオネットだったと。さあメイドの土産に最後に一つだけ聞いておこう。何？これでもお前は私に歯向かうか。ああ言い方を変えよう。それでもお前は私という悪を許さないか。私は許さない、許せない。こんなことあっちゃいけない。そうか、であれば簡単だ。白崎ねね、お前が本当に俺を許せないというのならば、正義の味方になってみせろ。正義、正義の味方。言ったはずだ。悪の対抗手段は正義だ。悪のアンチテーゼは正義だ。共鳴判定です。強度9、上昇1、共鳴感情、孤独、傷です。完全一致でお振りください。うわ、振ります。あなたの視界が、意識が徐々に徐々に黒く滲んでいく。彼の言葉を最後に、あなたの意識は暗転した。共鳴値10を突破、逸脱です。さて白崎姉さん、はい、はい、あなたに質問です。はい、あなたは彼の悪行を止めますか止めませんか。ルート分岐です。私は止めたいです。かしこまりました。では最後にもう一つだけ質問させてください。はい、あなたは誰ですか。ルート分岐です。あなたは共鳴者白崎ねねさんですか、それとも大悪党地獄原残党ですか。私は白崎ねね、共鳴者です。かしこまりました。それではシーンを切り替えたいと思います。気がつくと、あなたの目の前には惨劇が広がっておりました。ガラスに映るあなたの姿は普段の自分と全く同じでした。どうぞご自身のキャラクター戻してください。はーい。あーおかえりだけど、おかえりだけど、おかえりなさいです。はい、盤面戻せる。盤面、あ、ありがとうございます。マイキャラクター一覧かな。あ、出ました。はい、OK です。はい、あなたは元に戻りましたので共鳴値がリセットされてます。あー戻ってる戻ってる。はい、共鳴値が1にリセットされています。
あなたは今までの記憶を全て覚えています。はい。ではその上でどうしますか。ザンと止めに行きたいです。ただそれだけのために動くと思います。はい。ではあなたは彼を止めに行く。エレベーターに乗りますか。乗ります。あなたは展望回廊にたどり着く。そこにはあの悪趣味な展望回廊にあるあの悪趣味な洗脳装置と、そしてもはや顔からもやの消えた一人の大悪党でした。おや、おや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 。何のようだ小娘。お前のような小娘が来れるような場所ではないぞ。死にたくなければ怪我をしたくなければ特うせた方がいい。私はあなたを止めに来た。おや、その声は。お前か白崎ねね。あのような鋭いパンチを放つものだからどのようなメスゴリラかと思ったがお前だったのか。失礼、少々面食らった。ひどいよね。ああ思ったより思ったよりおとなしい顔をしてるじゃないか。それがあのような鋭いパンチよ。ああ実に面白いな。やはりお前は俺を楽しませてくれる。で何のようだ。さっきも言った、あなたを止めに来た。この装置も一緒に。そうか、私を止めに来たか。うん。どうやって。わからないけどやらなきゃいけない。私はあなたを倒さなきゃいけない。お前は白崎ねえなのだというなら、お前が先ほど私の中にいた誰かだというなら、私はもう答えを出したはずだぞ。でも言ったはずだ。悪の反対は悪の反対はそう正義だろうな。彼があなた、はい、あどうぞセルフィティーズどうぞ。私はあなたを止めるための正義になりに来たのかもしれない。そうだな、お前は正義になりに来た。であれば簡単な話なんだよ白崎でね。そう言って彼はあなたに手を向ける。その瞬間あなたの頭の中に記憶が混濁し始めます。情報タブをご覧ください。はい。いつの時代も大は小を兼ねる。怖くとは必ず大悪党に滅ぼされる。そして大悪党が映画を極めようと、それが英語にすることはない。陳腐な表現をするのであればそうさな。止まない雨はないのだ、決して。つまり大悪党とは必ず正義を駆逐されることを運命づけられているのである。と、これは大事な質問だ。何？お前は自らが正義であると認めるか認めないか。これは言ってしまえばそうルート分岐だ。私は正義になる。こんなことあっちゃいけないの。私はあなたを止めに来た。言ったな、宣言したな。であればお前は今から俺の仇敵だ白崎ねね。お前を殺して
俺が人類史上最初で最後の正義に勝った悪になる。実にシンプルな話だ。情報タブをご覧ください。はい、これより最終決戦ルールを提示いたします。正真正銘最終決戦です。はい、大悪党を倒せ、世界に平穏を取り戻すために。君が正義を邪魔する必要はない。だが今回は自覚しました。悪のアンチテーゼが正義なのだから、悪党に相対する君は正義なのだから、対するザントの HP をゼロにせよ。あなた特殊技能、今チャットパレットご覧ください。もうついてます。特殊技能、反対命題アンチテーゼ 3DM9 を入手しています。はい、これはロールプレイ関係なく、いかなる技能の代用としても使用可能です。なるほど。成功の数値は基本的に成功数 D6 です。戦闘に使っても回復に使っても成功数 D6 です。ただし成功すると共鳴値が強制的に 1D3 上がります。うぅ、あーなるほど。はい、そして本シナリオ中あなたは逸脱することはありません。あくまで本シナリオ中ですが。はい、そして相手のザントは特殊技能新大悪党を使ってきます。はい、性能は大悪党と大差ありませんが、彼は逸脱が発生してません。なぜなら彼自身が真なる大悪党ですから。やらなきゃ。はいはい、そして白崎姉さん、はい、あなたは自分の体に戻りましたよね。はい、残響が使えます。はい、ただしあなたは現在共鳴値が1なので、今ちょっとあれ使ってもまずいんじゃないですか。ちょっとあ、そうですね、そうですね、はい、残しておきます。ね、はい、はい、そしてそれだけではありません。実ははい、猫場さん、はい、残響って何したらもらえるんでしたっけ。シナリオをクリアしたらもらえるものだと思います。はい、そうですね、はい、まあ、それってつまり言ってしまえば物語を終えたら手に入りますよね。はい、あなたは一度大悪党ジオクラ残党の中に入りましたよね。はい、で彼の体から出てきているので大悪党地獄ヶ原残党としての物語を一度終えていますよね。なるほど、はい、あなたは現時点でシナリオ名大悪党ジオクラ残党の残響を入手しています。おお、あなたは今残響2個持ちです。うわー強い。そしてエオクラ TRPG において残響は何個までしか使っちゃダメなんてルールはありません。特にシナリオからアナウンスがなければ。わー、俺杖状態だ。俺杖です。まあ一応言っておくと、残響を使わないとクリアできないわけではありません。はい、ですがそこは、まあ、思う存分使ってやってください。わかりました。はい、そして現在の制限時間ありますね。はい、これを残りのターンとします。はい、残るターンがゼロになった場合全人類が大悪党千代倉担当になります。はい、ですのでターン制限もございます。ご注意ください。はい、その回ターンなので技能数ではありませんね。ターンです。なるほど。はい、ではイニシアチブ順から行動していきましょう。あなたのターンです。もうシナパもろとも、アンチテーゼいきたいと思います。どうぞ。やります。トリプル、トリプル。ではそれに対し悪党は悪党らしくその力を使おうとします。では、大悪党ジオカラザントによる新大悪党つばぜり合っています。今のあなた方は、あなたの拳と彼の拳がとてつもない大の大人の成人男性の履力とあなたの拳が競り合っている。ただの生身の肉体ならずなのに火花が散っている。彼はそれを見て心底楽しそうににやりと笑いますね。最高だ白崎ねね。では相手のターン。あ、間違えた。今今、この攻撃が攻防が終わったら一旦減りますので間違えた。はい、すいません。大丈夫です。では相手は戦闘で死んだ役と打ってきますが、その前にあなたはアンチテーゼを使ったので 1D3 振ってください。共鳴値が 1D3 上がります。はい、
2。あなたは共鳴値が3にまで上がります。はい、では信頼役です。ミラクル、ミラクルなんて絶対無理な成功数5、ミラクルです。ではおそらく相手のザントは、弾丸をまばらに撃ったと思ったらそれが全部長弾であなたに向かってきます。たぶん360度全方向から。やばすぎ。余計、ま、余計、でもいや無理、いやアンチテーゼ振ります。どうぞ。2つミラクル出せば勝てるちょっと無理があるな。なあだよね。成功数1では、相手も D6 なので 5D6 を振ってきます。やべえ無理、死ぬ。17。知ってる。あなたの HP が0になり超過分 HP が回復します。4。そして、超過分だけあなたの共鳴値が上がります。やばすぎ。正義はあなたに死ぬことを許さないようです。勝つまでは。勝つまで。どうだ、それが正義だ。正義も悪も変わりない。人々からのイフされルフされ、あるいは歓喜され期待されルフされ、要するにな、正義も悪も同じなんだ。人々によって望まれているか疎まれているか、ただそれだけ。人々の認知によって突き起こされていることには何も変わりあるまい。それでもお前は俺に拳を向けられるか。怖い。怖うけど、私しかいないなら私がやらなくちゃ。アンチテーゼで攻撃したいです。シナリオアナウンスです。お、あくまでシナリオアナウンスとして聞いておいてください。はい、まず一つ目の、これは提案ではなく事実を説明していると思ってください。一つ目の事実説明、現時点であなたは共鳴7なので、はい、残響使いますよ。あ、絶対使った方がいい。2つ使ったら 14DM つきます。相手の HP がわからないので、はい、どうなるかはさておき 14DM で振るので、まあ相手は確実に防げないでしょう。じゃあで、もう一つの事実確認。はい、空手に 14DM 入れるってこともできます。そしたら共鳴は起こりません。だって空手なので。あー、ただまず空手は5割なので成功数がどうなるかってのもありますし、空手の方がやっぱダメージが実質2分の1なので、はい、そこでもどうなるか分かりません。だから残響切ったのに倒せないって可能性もあります。いやー、もう死なばもろとも状態って状態なんだよな。ちなみにそのザントの方の残響のあれがすごい効いてなかったような気がするんですけど、残響内容はまあ共鳴感情は特に、まあ、シナリオ終わった後に生きてれば決めてもいいですし、もちろん今決めてもいいです。特にあれはありません。あ、なるほど。はい、残響はどの残響でもできることは同じです。はい、先ほどディスコードに私が連ねたやつと同じですね。改めまして、ちょっとせっかくですのでメインにちょっと貼っつけましょうかね。ディーラーとして連絡しましょうかね。はい、できること。残響効果ハーモニー、判定の直前に使用可能。現在の共鳴レベルと同じ数だけフルダイスの数、つまりボーナスダイスを増やす。残響効果エコー、判定の直後直前の判定のダイスロールを振り直す。残響効果ノイズゲート、いつでも即座に共鳴レベル 1D3 下げる。いやー、どうしようかな。もう倒せる気が勝利したい。アンチテーゼでいくか空手でいくか。うわー、やろうかな。どうしよう。どうだろう。どこまでオーバーキル、オーバーキルにそもそもなのか分かんないけど、残響のハーモニーを2つ使いたいです。かしこまりました。では何の技能に使いますか。アンチテーゼで。かしこまりました。では 14DM がプラスされるので、あなたは 17DM でくれます。もう今チャットパレットに追加しますね。1回きりの、
はい、チャットパレット更新してください。追加しました。一度きりのアンチテーゼ、一度きりのアンチテーゼ、残響のやつですか。はい、米印残響と書いてあるものです。はい、ではその一撃はもしかすればともすれば聖域の大悪党の喉元に食らいつける一撃やもしれません。覚悟が決まったらご自由にどうぞ。私がやらなくちゃいけないんだ。いきます。あ、違うよ。え、逆にすごいな、これ逆にすごいな。あ、 17DM だよ。あれ、なんかずれてる。あれ、おかしいな。あれ、あれ 3DM、 あれ、なんでだ。ちょっと待って、これ俺が悪いです。 17DM 書き換えました。はい、書き換えました。だってね、あの 14DM ついてるからね、はい、逆にすげえだ、まあ、逆にすげえな。あの、申し訳ないからないとは思うけど、最悪4位以下だったらこっち優先でいいよ。あ、OK です、まあ、ないとは思うんですけどね。大失敗だよ、そしたら。よし、じゃあいきます。17、カタストロフ。それは歴史にくびきを打つような厄災とも称されるような正義の一撃。では 17D6 をどうぞ。 17D6、 私はこれであなたを倒す。いけ、こっち。ではあなたは何と言ってそのパンチを振るいますか。正義は悪に勝つんだ、私はあなたを倒す。そうか、そうか、その通りだ。あなたの放った拳が彼に抜き放たれる。あなたの拳は音を置き去りにした。音が生じた、それと遅れて衝撃波。展望回路の窓ガラスが全て弾け飛ぶ。あなたがもちろん求めたわけではないのに、あなたがそれを目的としたわけではないのに、洗脳装置がひしゃげる。そして残党の腹に風穴が開いた。戦闘終了です。共鳴値を 1D3 上昇させてください。はい、振ります。1。あなたは正義として、正義の使者として彼を倒した。残党は徐々に全身が黒いもやに飲まれていき、あなたが見知ったその姿を、あなたの姿をん、あなたの目の前にその姿を晒すことでしょう。ああとてつもなかったな。私の期待した通りだ。負けて笑ってられるんだ。私はお前に言ったはずだぞ、お前は素晴らしいマリオネットだと。いくつになってもこの遊びは楽しいものだ。ああ、何度目であっても。大悪党が何者かに倒される。この構図はいつでも面白いものなのだよ。私に問いたな、お前は。何のためにこんなことをしてるのかと。ええ。これのためだよ。ため、正義と悪がぶつかり合う、
ただそのためだけに私はこうして舞台を整えている。舞台を整えるために必要な者たちは殺すが、それ以外は殺さない。立つ鳥は後を何たらというだろう。それと同じだ。無駄なことをするのはプロフェッショナルではない。私はプロの悪党なのだから。プロ、ね、プロなら私なんかに倒されちゃいけないなんて思うのはなんでだろう。ん？違うと思う。お前は言ったはずだ。お前はイレギュラーだった。私は正直な、今の日本の警察の機動部隊だったか、その中に正義の使者でもいるかと思ったんだが違ったんだ。やはり縁というものは、運命というものはほとほとわからないものだ。お前だったのだよ、こたびの私の天敵は。そっか、でもやっぱり私なんかがって思っちゃうよ。それは実に謙虚なことだ。そしてそれはお前がまだ正義の使者という回線に飲まれていないことを意味する。私はあな、うん、どうした。私はあなたを倒さなきゃいけないって言ったけど、そのために正義になったけど、やっぱり正義なんてわからないや。そうだな。だがお前は私を倒した。あくまで正義の代行者として。その事実は変わらない。だがこのままいい子ちゃんで生きていくには辛かろうて。そう言って彼は黒く燃やがかる手をあなたにかざす。大悪党千代倉さんとの共鳴値を7減少させます。あなたの共鳴値が7減少しました。人間の心というのは絶妙なバランスで成り立っているのだよ。それは天秤座のごとく、どちらに傾いてもならない。ああ、わかりやすい話をしようか。栄養価と一緒だ。炭水化物は確かに太るが、何も食わないままでは体が動かんだろう。それと同じことだ。なるほど。正義も悪も声太らせてはならない。中央でなくては。もしお前が正義に染まったら、これはジョークも入っているが、多分真っ白い私になるぞ。それはなりたくはないな。だろう。であれば中庸を目指すことだ。わかった。なあ白崎ねね、何？お前は正義がわからないと言った。だがお前は私を止めに来た。改めて問おう。あるいは自分自身に答えてみる気持ちで言ってみろ。お前は何のために俺を止めに来たんだ？あのために。ああやっぱ難しいな。私には考えが浮かばないや。そうか。なんでだろう。でもその時は止めなきゃって思って、私が正義にならなきゃって思った。でも終わってみるとやっぱりわからない。そうかそうか、うん、じゃあ今度はもしお前が生きてる間に私が権限したら、いつかまた答え直してくれ。もしその時が来たらかな。もう正直こんな目はこりごりだよ。それは残念だ。 あなたにとっては楽しかったのかもしれないけど、私にとっては複雑よ。かもな。ああきっとこれを理解したら、この楽しさを理解したら
お前はこちら側だよ。まあそれもそれで悪くないかな。腕は立つし。私は悪党にはならないかな。わからんぞ、世の中はどうなるか。ああだが俺以外の怪異にどうか逸脱させられてくれるなよ。それはつまらん。言うと思った。ああさてそろそろ別れだ。何か俺に言いたい恨み事の一つでもあるか。こんなこと言うのは変かもしれないけど、ん？またこんなこと起こさないでね。それはこの私の最後にお願いするには少々ずるくないかね。いいじゃない。まったく、これではお前が生きてる間に出てこれそういないな。寂しいものだ。大悪党は塵と消えた。きっとあなたがそれを理解できるようになるまで、いや理解する必要はないのだろう。彼はこうあるべきだったのだ。最後の共鳴判定です。はい、強度9、上昇0、共鳴感情は孤独かっこ傷です。はい、振ります。どうぞ。あなたは外を見る。東京の夜景を見る。そこにはあなたの守った全てがある。これよりエンディングに入ってよろしいでしょうか。はい。こうして物語は幕を閉じた。あなたはその後の記憶がない。あなたが目覚めたのはその後、病院の一室だった。後々来た警察や、まあ病院の医師の何名かの話によれば、あなたは燃える東京スカイツリーの中一人で倒れていたらしい。だが無事あなたは何の外傷もなくどうやら済んだようだ。まるで何もなかったかのように。さてあれから数日後か、それとも数ヶ月後か、あるいは数年後か、その時期によっては東京スカイツリーはまだ痛々しい傷跡を残しているかもしれないし、あるいは補修中かもしれないし、あるいは完全に元通りかもしれない。あなたは再び東京スカイツリーにきっと足を踏み入れるだろう。そしてこの塔を見上げるたびに思い出すのだ。あの大悪党との死闘を、あのわけのわからない怪異譚を。さてこの物語の最後にあなたは何と言って終わりますか？いや、多分何も言わないです。ただ無言でその空と共にスカイツリーを眺めています。では最後に、はい、霊感だけどうぞ。共鳴判定トリプル出したんで、ハウリング効果でボーナスダイスを1個つけていいことにしましょう。霊感 2DM、 はい、振ります。お、トリプル。あなたはきっとこんな声が聞こえてくる。このような声が聞こえてくる。楽しかったぞ、正義の味方。私は楽しくなかったけどな。少し寂しそうな風が吹いて、物語は終幕を迎える。こうして事件は幕を閉じる。
取り調べ調書には多くの懐疑的な内容が含まれたが、事件を証明する物証は何一つ残っておらず、信憑性に欠けた記録のみが綴られ残された。私とお前が見ている景色が一緒なんてことがあるだろうか。いや、ないだろう。真実が必ず一つだけなんてことがあるだろうか。いや、ないだろう。それではもし正義の味方と本気でぶつかれたなら、それに40番目の死闘がこれほどまでに熱いものだったのであれば、私としては少なくともこんなに嬉しいことはない。小娘、できればお前とまた戦いたかったよ。約束は約束だ。この物語はフィクションです。劇場の人物、事件、真実が一つとは限りません。これにてエモクラ TRPG 大悪党ジオクラさんとセッション終了です。本日はお疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。複雑なシナリオをね、よくぞ攻略されました。難しかったです。すごかったな。ジェットコースターだったでしょ。ジェットコースター、ジェットコースターでしたね。はい、これすげえ楽しかったですか。楽しいです。楽しかったです。よかったよかった。ところで問題停電。はい、このシナリオ、まあちょっとだけですけども、私のオリジナル要素を入れております。え、何割入ってると思います。何割？3割とかですか。こちらのシナリオ、シマドリルさんという方が作ったシナリオです。はい、このシナリオ、大悪党ってやつがいて、そいつの体の中に入っちゃって、東京スカイツリーなんかいざこざがあって、はい、最終的に解決するんやでっていう骨組みさえ通っていれば、ディーラーが自由にシナリオを書いていいシナリオです。マジですか。なんで9割オリジナルです。うっそ。はい、そして、私言いましたね、これ40回回してるって言いましたね。はいはい、40回全く内容違います。ガチですか。ガチです。すごい、それはすごい。ガチです。そして気づきましたか、あの猫場さん、あのバリバリ裏の話しますけど、あの、はい、ね、私お誘いしたのがだいぶ最近ですよね。そうですね。はい、そしてキャラ指定室はあの昨日一昨日とかですよね。はいはい、そこから頑張って書きました。それでこんなうおーっかき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 、うおーって言ってました。こう、めっちゃすごいですね。あのもうね、そのすごいって言ってもらえるのを、その自己満をただ満たすためだけに書いてます。書いてますというかやってますこれ。いやすごいです。めちゃめちゃ良かった。で今回はね、あ40番目だったんでね、もうめちゃくちゃ筆入れましたよ。もうめちゃくちゃはい、本来もうちょっとシンプルです、実は。なるほど。はい、けども今回はちょっといっぱい入れました。はい、ということで、毎回私ね、あの裏内容を書いてきてるので、それをね、はい、せっかくなんでちょっとメインに貼りたいと思います。はい、シナリオ裏内容ケース40、ジオカラザントは大悪党である。彼はそうであることをよしとし誇りとした。彼は怪異だ。ワールドウォー2、第二次世界大戦時代に暗躍した悪党なれの果て、世界中で猛威を振るった大悪党。なぜ悪行なしたのか、それは誰にもわからない。彼が死んでなお彼に対する恐怖、畏怖、憎悪、怪奇は彼の怪異としての体を形作り、そして彼を得意な怪異へと変じた。時は現代、彼を名を語り大規模なテロリズムを行おうとする俗悪がいた。特殊な電波を発し人々を洗脳し操る装置。少子戦は何たる時期、何たる不完全燃焼、ふざけるな。そんな悪行を私の手でひねり潰してくる。私が奪う、その装置を、そして消化させる。どうせならこうしようか。私の怪異性を電波に乗せて発する装置。洗脳するに飽き足らず、操るに飽き足らず、非影響者を残党と同化させる。日本全体を大悪党に変貌させる。さあ、私を討伐せよ共鳴者。40人目の主人公なのだろう。正義の味方になってみせろ。という内容でした。すげえ。はい、あの実はこのシナリオね、あの私毎回回すときはちゃんと書く人はちゃんと書くんでしょうけど、あの私、はい、あのこれ台本これだけです、私。え、だからあのセリフとか全然あのその場のノリで言ってます。マジですか。だからあの回りくどいセリフ言ってるじゃないですか、あれこう、はい、回りくどいやつっていうよりか俺が言葉を考えながら喋ってます、あれ。あー、マジですか。だからもうあの毎回だからね、あのね、底辺なんですよ。楽しいんですけど、楽しいんですけど底辺なんですよ。でもマジで楽しくて、このシナリオ、そう毎回考えるのは楽しくて、
だからそのキャラ詞を書いてくださったらそれを元に決めてるんですよ。なるほど。ただ今回ちょっといつもよりかあんまり実はキャラクターっぽい要素入れてなくて、今回私がテーマにしたのは40番目っていう、まあ、言ってしまえばちょっと不吉っぽい番号での40番目だったんで。ああなるほど。でしかもあのネコバさんがエモクロは初だったので、はい、まるで元からこういうシナリオっぽい内容に決めようっていうのが今回テーマだったんですよ。ああなるほど。まるで元からこれで販売してやるかのような内容にしようと思いまして。いやもう全くその通りだと思ってました。はい、はい、なのでマジで人によって内容違うので、気づきましたか、この残党、残党、この残党、はい、タッチ似てるけど全然違いますよね。違いますね。あの立ち絵も差分がいっぱいあって、それぞれ変えられるんですよ。マジですか。ちなみに立ち絵の種類は40枚あります、素材。やば、はい。で、あのこいつは初めて使いました。は、今回40回目で初です。第一人者になってしまった。はい、第一人者です。こいつはよく使ってます、こいつは。あ、なるほど。はい、でしかも今回ちょっとやっぱ40回目ちょっと特別にしたかったので、はい、こちらいらっしゃいますね。はい、こちらいますね。なんとこちらのさんと、島ドリルさんの素材集にありません。え、はい、実は私この残党のシナリオ好きすぎて30回ぐらい回したあたりで、はい、あの覚えてますかね、あのあなたのネクロニカに同席したクララさんという方。ああいますね、いますね、はい、あの方に回してもらった回があるんですよ。あの30回プレイヤー、あのキーパーディーラーやった後にプレイヤーで行ったことあるんですよ私。いやーすごい。なるほど。その時の残党の立ちです、これ。クララさんの書いた残党です。ガッチですか。はい、でクララさんからもうムカデ君使っていいよっていう風に許可いただいたので、今回40回目で初めて使わせていただきました、私がキーパーとディーラーとして。なるほど、はい、すごい。存在しない残党です、この立ち絵は。うわー、はい、すげえ。にちゃにちゃします。にちゃにちゃしますね、はい、完全私の癖です、これは。私の癖にクララさんが合わせてくれてるだけです。なるほど。だから本来はちゃんと人間なんですよ、本来は。まあ一応獣人の立ち絵ありますけど、人外はもう獣人だけですね。なんはい、じゃあもう本当にレアというか、はい、今回初めて使いました。お目にかかれない残党、はい、すげえ、はい、クララさんにこれは感謝でございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、という感じの、まあそんな新しい残党も使わせていただいたという感じですね。それ以外の素材は大概いつも通りの使ってるかな、はい、なるほど。はい、まあそんな感じですね。ネタバレとしては、はい、これはい、ケース40、はい、ネコバシオさん、はい、これ あなたのためだけのシナリオって見てこれ毎回作ってます、これ。あー、なるほど、はい、ケース40なので。あー、シオだって思ってたらやっぱネコバだった、はい。はい、そしてあれですね、まあ、40個目の調書、事情聴取の調書とも取れますね、これはね。あー、なるほど、はい、なんでケース40なんですね。ケース40、はい、という感じですね。あとはまあ、本当にこのシナリオ素材がいっぱいあって、まあ、要するに島取さんって絵師さんじゃないですか。絵師さんっていうかイラストレーターじゃないですか、はい、だからイラストレーターさんが作ったシナリオってめちゃくちゃ素材いっぱいあるんですよ。なるほど、はい、スカイツリーももしね爆発したらこうなりますし。え、はい、うわ。でね、ここも展望回路も爆発するかしないかでこういう差分ありますし。あー、マジですか、すごい、はい、実はここの展望台も爆発み爆発しないがあります、多分は。おー、もうそう、いっぱいあります。はい、すごい。もう今回使わなかった素材いっぱいあります、本当に。もう40回まで全部内容違うので。あー、すごいですね。はい、今回はザントと協力しながらも最終的にザントボコス話しちゃったじゃないですか。そうですね。内容によってはもうただザントと協力して何かザントじゃないとんでもね悪と戦ったりとか、はい、あるいは残党を救ってあげる話だったりします。はあ、女の子残党とかもいるんで。あ、そうなんですか。はい、女の子残党の時もあったりします。もうそれもやっぱキャラクターによって選びますね。あ、はい、すげえ。一応今回あなたに合わせたのが、だからまあはっきり言って正直言って今までの中では多分一番あんまりキャラクター要素を入れられてないんですけど、まあもちろんそういう風にしたんですけど、わざと。はい、はい、一応、内容としてがですね、あなた孤独傷だったじゃないですか。そうですね。で、孤独傷の設定が孤独になりたくないから孤独傷って言ったじゃないですか。はい、
あの今回のザントは孤独であることを意識する、あるいは孤独でなくてはならない存在なんですよ。なんでかというと孤独じゃなくなったらそれはつまりこいつの側に入っちゃったって話になるので、孤独であることを良しとするザントでしたっていう内容ですね。だから最後ちょっとやっぱ寂しいなって言ってたのは、まあ、ちょっと彼の本心の表れなんですね。あ、はい、そういう内容でした。であとこのなんか彼の今回の話は結構あのダイアグの城からさんと全体的に通ってる話で、はい、あの今回のシナリオの回って大悪党なんですよ。なるほど。大概どこでも、うん、大悪党っていうのは人々に依附され、ルフされてあの形作られていくものなので、はい、それこそフォークロアなので、うんはい、なので大悪党っていうのは回なんですよ大概、うん、でそれをでもやっぱりあのメインに出してる回って少ないので、もう今回はやっぱその大悪党の何でしょう、副題というかそのテーマ性をメインに出したかったんですね。はい、ということで今回はそんな感じになっております。はい、はい、という感じでした。ちなみにあれですね、あのもし逸脱したあの逸脱した後にあの共鳴値減らしてたのは、あなたがあまり善人すぎると善人のまま帰ってこれなくなるので、まあ、あの悪い要素も入れて、はい、あの灰色に、まあ、白っぽくてもダメで黒っぽくてもダメだから灰色にするって感じですね。なるほど。はい、なんでもしあなたが逸脱したままあの終わっちゃった場合、実は後遺症が入ってました。あ、なるほど。はい、後遺症、正義病、悪を許せなくなる。ただそれだけ。人間とは絶妙なバランスで成り立っているんだよ。それは天秤かのごとく。まああの後遺症がつくシナリオとは言ってないので、だから正直はっきり言ってすごい曖昧で、なんか全然キャラクター性に問題ない程度なんですけども、まあ後遺症がついちゃうっていう危険性があったので、あ、はい、今回はなしにしてもらいました。あれから戦闘レベルも毎回違います。あ、マジですか。はい、今回はもうただ倒せでしたけど、場合によってはカタストロフ出せとかにしますし、はい、その辺はもうよりどりみどりです。なるほど。はい、あ、すごいな、なんか一回しか味わえないようなことですよね。そうです、一回しか味わえません。うわー、一回きりです。私もどうなるか分かりません。だからあの そういい意味でなんですけど、もちろん、まあ、今回は特になかったけど、あ、想定されない動きをするとあたふたします。あわわわわ想定しない、わ途中でいきなりルール生えたりします。あー、なるほど、はい、あ、すごい、もう臨機応変ですね。完全にもう完全臨機応変ですね、まあ、だから楽しいんですよね。はい、私も予想しない時があったりするので、やっぱ楽しいんで、はい、はい、という内容でございました。まあそんなとこか。あとなんか質問とかあったり、あ、一個だけ、はい、共鳴感情、あの完全一致だったのは当たり前ですが、あの毎回人に合わせて作ってるからです。あー、よかった。はいはい、もう孤独傷で、もうニヤニヤしながら、もうニヤニヤしながら設定しました。いやー、なるほど。よし、完全一致させてやろうで毎回やってるんで。あー、はい、まあでも実際の狂気傷はこれシナリオで元から決まってるやつなんで、最初のやつね、判定、はい、なんでやっぱ傷はね、ルーツにするとやっぱ食らいやすいです。食らいやすいですね。いやー、やっぱ取っちゃった。大概負の感情がやっぱ敵になったりするんで、やっぱね。あー、なるほど、はい、という感じでございました。では改めて何か質問とかないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、では最後改めまして感想を聞かせていただきましょうかね。ねこまさん、いかがでございました？まさかあのほぼオリジナルと聞いてもびっくりしちゃったのと、もうすごい面白くて、うん、いやでも面白い中でも難しくて、わ、これどうしようどうしようって本当ずっと悩んでたんで、いやでもこのシナリオを通れてすごい光栄というか、ものすごく楽しかったです。よかった、本当にそう言ってもらえるのが本当によかった、マジで。もう頑張った甲斐があったよ、もういや本当にありがとうございます。すごい面白かった、はい、あれですね、そう、怖かったでしょうけど、このシナリオだから意地悪なのが、あの逸脱しないとクリアできないってます、このシナリオ。うわー、なるほど、はい、うわー、逸脱しない方がいいって言われてたんで。そう、逸脱っていうのが体から逸脱なんで、このザントからこう、なるほど、逸脱なんで、要するにこれ逸脱しないと戻れないんですよ。あー、なるほど。の体に、だから実はその共鳴値下げられる対策で、あの残響使えませんって言ってます。あー、なるほど、はい、っていうのもありました。だからまあ、だからまあ怖がってくれて、すごい俺としてはあのにわにわしつつ、あの信じてって自分を信じてクリアできるから頑張ってってなってました、はい、いやー、いいですね。うわ、これキーパーめちゃめちゃ、キーパーでもディーラーが楽しそうだな。スーパー楽しいです、はい、ですよね、スーパー楽しいです、バカ楽しいです
はい、ですよね。それはもう何十回も回したくなりますよ本当に。素材本当にいっぱいあるんで、あのちょっと本当にいっぱいあるんですよ。ちょっとごめんなさい、いっぱい言わせて、ちょっと素材。いやもう聞かせてください。もう今回これですね、ラスボスというか最終決戦。他にも超高性能爆弾、おお、名付けられざる者、お、大いなる者、クツルフ、生ける炎などなどあります。あと今回は謎の機動部隊が最初出てきましたが、銃を構えた警官だったり、狂乱した人々だったり、あるいは残党教団員っていうやつだったりします。ガチっすか、うわ、はい、すげえ。もういっぱいあります。いっぱいですね、いっぱい素材あります。なのでぜひともぜひともいろんな人のいろんな残党、今までの40回分いっぱいあるんでアホほどあるので、はい、はい、ぜひとも見てってください。はい、というわけででは大丈夫そうですかね。はい、はい、では今回録画決してございますので宣伝告知等々はありませんが、まあ我々のチャンネル登録、高評価、通知設定、ツイッターフォロー、メンバー登録等々よろしくお願いします。コメントいっぱい待っております。では大丈夫ですかね、言い残してもないですかね、はい、大丈夫です。やばー、はい、それでは楽しんでいただければ本当に本当に幸いでございました。私としても本当に安心です本当に安心です。マジで今回ちょっとわがまま通させてもらったんで楽しんでいただいて幸いでございました。はい、本当にありがとうございます。はい、というわけで本日はこれにてエモクロ TRPG 大悪党ジオクラさんとセッション終了です。本日はお疲れ様でございました。お疲れ様でした。おつむくことね、バイバーイ。バイバーイ。